延長しました。150分延長しました。ほい。よいしょ。はあ、始まってしまいましたね。また今日も。ちょっと待ってね。あ、大丈夫だった。よし。私のマイクちょっと気を抜くとループバックしてくるからのね、音量を調整しておかないと、まあいいや。はい。まあ、なんていうか、まあ、あれですね、ラムダさんのと雑談の時間が始まったわけなんですけれども。ねえ、ねえってなんだよ。広告が設定されました。累計ポイント数が800になりました。おっと、峠最速のカズさんが早くも広告を入れてくれました。ありがとうございます。私さ、棒読み…広告が設定されました。累計ポイント数が2800になりました。お、そして…和骨数、数。お、そしてその背後からもうぴったりくっついてきた祭りカワクソさんの広告も今来ました。ありがとうございます。ランクインしました。なんかね、今すごい…和骨です。あ、どうもです。和骨ありがとうございます。二人のね、あれだよ、秋名峠でのあのね、あの、抜きつつ抜かれつのバトル、あのね、広告ポイント1000もあれば、あのバックミラーから消してやるぜみたいなね、そんな感じだった。よくわかんないけど。今、とりあえず言ってみたけど。そんなね、バトルを感じました。はい、ありがとうございます。負けられない戦いがここにある。わからない。なんでやねん。はい。ちょっと今日ね、本当はね、もっといろんなことをやるつもりだったんですけどね、人間の疲れには勝てなかったよ。え、今日ね、割とね、午前中起きたから、あのね、いろんなことやろうって思ったんですけど、ラムダさんってね、大体ね、3個以上やらなきゃいけないことがあるとね、どれをやったらいいか優先順位がつけれなくてね、何もやらないんです。ダメ人間ここにダメ人間がいるんですけど。そうなの。だから。第2くらいにランクインしました。いや、あ、ランクインありがとうございます。明日でもいいかなって思ったの。ラムダさんは、基本的に追い詰められない限りやらないタイプだから、最後のね、最後の最後の最後のなんとかまで、なんだっけ、あ、これウルトラマンの歌だった気がする。まあ、いや、それはなんどうでもいいんだけど、思ったことを全部口にする癖をやめた方がいいよ、本当に。おっと、バナナさんだ、いらっしゃい。お邪魔します。あ、いえいえ、どうぞどうぞ、ようこそようこそ。まだ何もしてないですけど、今ね、立ったばっかりだから、枠が。あの、ようこそようこそ。見かけたんで。はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ね、今日土曜日で休みなのに何もしてなかったって話をしただけ、不毛な会話をしてま、会話にはなってないと。不毛な独り言をしてました。そうそう。あ、いいんですよ、もう適当にバンバン貼っちゃってください、もうその辺に。ね、あ、バナナさんは今日は何かやりましたか？今日休みでした。今日は、あ、そういう、あれですか？今日休みで、冷蔵庫を搬入してましたね。搬入、新しい家電を買ったってことですか？はい。おお。そうです、そうです。冷蔵庫買ったんで。マジですか？あ、でかくなったとか、なんか性能がアップしましたか？はい、冷蔵庫的な。と、容量足んないからもう一台買おう。オッケー元。おお。はい、何？オッケー元って何？わかんない。わかんない、わかんない。あ、まあ、あ、すごいですね。新しい、私ね、多分。これ何か、あれか、もしあれじゃない、海外の人が一生懸命打ってるタイプのやつじゃない、違うたまにそういう時あるよね。私、2回ぐらいね、海外の人が一生懸命ね、私の枠にね、何か謎の言葉を投げかけてきた時あったんですけど、結局何を言いたかったのかを。SNSK。あ、ね、ほか。ほら。ね、これ。これもしかしてあれかもしんない。ちょっとさ、これあれだ。あ、ちょっとあれですね。え、岡本慎介って、え、誰それ、その人。え、知らない。なんか嵐みたいな話で、そういう書き込むのがあるみたいなこと。本当だ。あのね、今ね、棒読みちゃん見たらね、NG スコアが結構上がってるタイプの人だったから。あ、この人はちょっと読み上げにはしない方がいい感じ。あ、じゃあちょっとそうするね。わかんないけど。なんか会話しちゃうから私、コメント来ると。あ、そうなんだ。草の人みたいな感じだね。でも草の人はいい人だよ。あの人手打ちだからね。で、会話もしてくれるし。普通に。あ、いつもご苦労様ですって、ね。あんなさ、慕われてる嵐さんいないよね。草
ークサの人、アークサの人だ、どうもこんにちは、お疲れ様です。来てくれないかなって思います。そうそうそう、めったに来てくれないんだよ草の人、はい、たまに来るとね、すごい、ああ元気、お元気でしたかって感じになっちゃう。そうそうね、だから嵐にもね人柄ってのあるんだなと思った。嵐なのに人柄が出てきちゃうんだなと思いましたね。はい、あーやっぱバックグラウンドでもね、ほらバーチャルキャスト重くならなくなったからすごく楽でいいですね。いいですね、あの画面が見やすい、あのパソコンの方ですけど。じゃあはい、ちょっと読み上げしないようにしました。はい、あなった、あなったね、はい、なったっぽい、オッケー。まあ別に荒らしてもいいんだけど、なんかもうちょっと面白い荒らしにしてください、お願いします。はい受け入れるスタイルもどうかと思うけど、よいしょ。さてさて、そうか、ばね、で私の使ってるあれですよ、冷蔵庫なんてね、学生時代から変えてないから。待って、でもさ、じゃあラムダさんの学生時代が何年前かって話になるから、はい、それは NG、 NG ワードピポーンあ、なんだっけそれそれなんかテレビで見たことあるNG ワード、これも年齢がバレるやつ。ああやばい、もうね年齢の NG に年齢を重ねてしまったパターンですか。そうですね、あでも最近の冷蔵庫だからあれでしょ、あの電気代がすごくエコなんでしょう、きっと多分ね、すごい、すごいなんか電気代低いですね。ね、 お得じゃないですか。うちの冷蔵庫マジでずっとね、あの大学時代からつけっぱなしなんですけど、こいつすごい電気代食ってんじゃないのかな、こいつ今私の目線の先にあるんだよここにあるけど冷蔵庫そんな使ってないんだよな、ぶっちゃけ。なんかね、ずっと食べていないあの納豆とか入ってるけどこれ久しぶりマジでね、あのね、一時期ね、あやばい、あすごい、NG に1回入れたのに まだあのまだ来んじゃないのいいね、そのガッツ私は、あタグさんじゃん、あいらっしゃい、そのガッツ私はね、あの嫌いじゃないよ、あのだってこタグさんじゃないかもしれない、えタグオルタさんっていう名前を語った偽物、あやっぱ嵐だ、ラムダさんかもしれないなんでだよ、私分身してんのかよあどうもラムダです、違う違う、パラブ部長のラムダです、偽物です。偽物、なんだ偽物なんだ趣味は、うまいこと偽物じゃないか、あ、まずい、ちょっとこの私の私の真似をしたって得はないぞ、どういうことだちょっと待ってよ、あのねタグさん、ちょっと来て早々だけどね、なんかうちの枠今荒らされてるから、ちょっと待って、うん、ちょっと処理させて、あ、そうなの、荒らされてんの、いや、荒らされてるってか、別にね、画面止まってる、うん、え、画面止まった、え、嘘マジ、ちょっと待って、今画面止まってるってコメントが来たんで、画面止まって、あ、カズさんから、え、嘘マジ、 OBS がしくってる、なんか、あ、本当だ、止まってる、嘘、なんで、待って待って、まあまあ、OBS 配信止まるのはよくあることだし、本当、あれなんかでもバーチャルキャスト今バックグラウンドにしていろいろ試してたんだけど、そういう、そのせいではないな、そのせいではないな、これと、あ、うん、あれ、いや、再生された、今バーチャルキャストアクティブにしたら今流れ出したんだけど、え、嘘、そういうことマジ、ただ放送一覧にラムダさんないよ、え、ない、マジで、え、ないよ、嘘、なんで、え、いるいる、 あったわ、ちょ、マジだ、騙された、騙された、よく、一覧上にあった、あったわ、いましたね、あのパラパラ部、いつも、あ、これ YouTube かな、コメントか、よいしょ、あー、なるほど、荒らされてんの、え、わかんない、嵐の人がいた、あ、ちょっと待って、嵐の人を止める、ちゃんと止めれてなかっただけだったみたい、あの、いや、止めてみようか、あんまりね、私ね、あの、止め、あ、わかった、これあれだ、あの、YouTube、これどうすればいいんだっけ、岡本慎介あ、この人だ、岡本慎介さんだ、この人が、なんか、あの、ね、あの、NG の人だ、うん、じゃあ、岡本さん、大丈夫、あ、喋れるんだ、喋れるならいいよとりあえずなんか謎の言葉を残していくと会話ができないからね、ちゃんとお話をしようってだけの話、てかパラパラ踊ってね、はっ、気づいた、ちょっと待って、あ、どう聞き入れがしてきた、ちょっと待って、あのパラパラ部なのに、いいじゃん、別にまだ10分しか経ってないんですもうタグさんは知ってるからな、パラパラ部とか言いながら20分以上あの雑談だけです、いや、嵐いいなってことを言ったら結構私は冷静になる、あ、そうです、あ、マジですか、あ、やっぱりほら岡本慎介さんがずっとさ、またこの B ライダー、ライダー、え、なに、え、ライ、また来た、あ、ライダーさんどうもいらっしゃい
わらびさんもどうもいらっしゃい。なんかあれか、これどうやればいいんだっけ。山田さん、何回数、うん、回数定めよ。もう変なコメントを何回かしたらもう絶対ブロックするっていうのを今決めまし、今言いましょう。あーなるほどね。じゃないとそのままそのそれを放置してると。あーそうだね、ラムダさんだけじゃなくて他のリスナーにも迷惑かかるからね。じゃあちょっと、まあ、今んとこコメントだけで済んでるけど、うん、この後じゃあちょっと何回、5回、あと5回、5回投げか5回投げか。あと5回でもいいんじゃない。じゃああと5回変なことを言ったら、うん、NG するからね。ただその時ちゃんとラムダさんが、うん、苦渋の説明、ちょっとね、嫌われ役になってもいいからブロックしないと、その5回も意味をなさないから。あと4回、ね、5回っていうことも、あと4回ね。変なコメント嫌だよね、ライダー。はい、まあそうだね、謎のコメント。たださ、私ちょっと不安なのがさ、ライダーさんもなんかさ、結構食らってるっぽいけど、大丈夫？ライダーさん、どっかで誰かにやられた？食らってるってどういうこと？なんかほら、あるじゃん。NG って言う。NG ですか、大丈夫？あ、まずい。お、やばい。あと2回ぐらいかな。ああ。ほら。もうなんだったらもうされたいんじゃないの？ああ、なるほど。じゃあ、するか。マジ？ライダー。うん、なんかライドさん、これはライドさん別に悪い人じゃないみたいだから、多分なんか誰かに分かんねえぞ、人形裏で何してるか分かんねえぞ。あ、これじゃない枠で、うん、でもなんかそう、いや 見えちゃうんすよ、ね、コメビューがあると。あ、そう、うん、誰かにやられたんじゃない。マジレスするとね、誰、どんなコメントがその人にとって不可解かなんてね、分からないからね、うん、うん、ね、そういうのには過敏になった方がいいよっていうことをアドバイスでしょ、ね。ちょっとこう珍しくさ、私田さん YouTube チャンネル行けないんだけど、リンク貼っとけよ。あ、マジ？リンクどっかに貼ってなかったっけ、私。あれ概要欄に貼ってあるよ、確か。でもね、このチャンネル自体の、チャンネル自体のは貼ってあるよ。うん、放送ごとに貼るとめんどくせえから、チャンネルごと貼ってあるはず。あ、まあそれはもちろん。うん、なくね？ない？嘘？俺、私貼った気がしたんだけどな。逆しか。あ、放送詳細の方ね。あ、そっち。そっちに貼ってある。そうやめてください、何でもしますから。放送詳細でね、コミュニティーショーで放送詳細って言われびっくりした。一応貼ってあるよ。ちゃんと話し出したよ、いきなりコミュニティの説明文。うん、だけどあそこにも貼ってある、コミュニティにも貼ってあるし、あれ、私の今のさ、放送してるさ、放送の概要欄にも書いてないっけ。私そこに書いた放送概要欄には貼ってなかったよ。あ、マジ？ちょっと待って、それそこ貼ったような気がしてたのに。くっしょね、俺。あー、ラムダさんね、適当だった。あー、じゃあいずれ貼っておきます。いずれ。ラムダさん適当なの今に始まったことじゃないし、よくね。バレてんじゃねえかよ。そうだ、タグさんはよく知ってるからな、俺のこと。ね、コミュニティの説明文に。あ、鈴井さん。動かさなくても動けるの？ライダー。とりあえずギリギリで岡本さんは今回避してるみたいだから、あと1回言ったら NG ね。よし、OK。はい。じゃあ。てか、わざとでしょ、どうせ。うん、まあいいよ。それはそれで、私は。まあね、他の人が嫌がったら。人を信用しない男。さすが、やっぱ歴が違う。歴が違うっていうほど、歴が。さすが歴、あ、この間さ、なんかさ、バーチャルキャスターの人たちのコミュニティを開いたのがさ、どれぐらいから開かれたかみたいなの一覧化してた人がいたよね。あれの中で私結構古めだったんだけど、うん、タグさんとでも結構近かった。半年ぐらいしか違わないんで、コミュニティ立てた。あれに関しては俺コミュニティ爆散してっかな。かつて一回そうだったんですか。実はもっと前からやってたんだ。うん、確かに2008年だったと思う。え、超古いやん。コミュニティを立てたの。めたくそに古いやんけ。マジか。だって私2014年ぐらいに立てたやつだから、そう。まあ正直ね、コミュニティをいつ立てようとね、人気には何ら関係しないんでね。まあ、それは私も同意です。あのね、ラムダさんもだってさ、パラパラ踊るまではあれだよ。ね、前貼ったことあると思うけど、3時間ずっと漫画描いてるのに、あ、もっとかも、4時間漫画描いてるのにコメントゼロだよ。見てる人10人とかで、マジだからね、これ。本当だよ。誰か一言ぐらい書いてくれないじゃん、ラムダさん。悲しみを覚えちゃう。ちょっと待って。とじゃあ、ほら、この悲しみ。泣かれると笑えてくる。はい。タグのおじちゃんがいじめるよ。おいおい。ちょっと。悲しくなんかないの。完全にフリーやったやん。いや、そうやな。完全にフリーやったやん。ね、泣けよっていうことだったから。泣いても。心笑うよ。そらね、ありがとうございます。心笑うよ。ちょっと待って、ラムダさん今トラッカー入れるから待って。
誰だって笑うじゃん。そうだよ、これはコンビネーション、ナイスコンビネーション。わかんないけど、誰だって笑うじゃん。わかった、わかった。悪くないじゃん。そう、悪くない、悪くない。あ、いい子、いい子、あ、いい子、よしよし。あ、やだ、幼児に触った、いない。幼児に触った、あ、まずい、これ、あ、通報する、あ、あ、あ、ダメ、あ、違うんです、あの、恋、恋。パラパラ部不足、幼児には触っちゃいけない、ね、らしいよ。らしい、あのね、防犯ブザー鳴らされたらね、その人の人生終わるから、幼児最強伝説なんで、あの、ちょっと、そんな話をした、痛みに枠を立てたんじゃねえよ。幼児になってる自分、俺は。はいはい、俺自身を触ったらアウトなのでは。アウト、あ、そう、え、何、アバターが幼女だからリアルでもタグさんに触れた瞬間にアウト。ついに両津でチャンネル登録者数10万、ちょっと待って、マジか。岡本慎介、何、岡本さんって実は10万人も突破してんの、マジですごいじゃん。じゃあ、あの YouTube リンク貼っていいよ。あ、ちょっと待って、アホってってどうすんだ、アホって。ダメでしょ。ダメです。ダメでしょ。ダメです。ごめんなさい、ついつい。それでよしとしてよ、お前。みんな貼ってくぞ。そうだな。あ、だ、あの、そしたらもうね、あの、次貼った瞬間に NG だから、チキンレース始まってるんで。よし、まあじゃあ、まあいいや、とりあえず踊ろっか。パラパラ部のいいところは、とりあえずね、ネタに詰まったら踊ればいい。見るか。そう、もうほら。早くもじゃないよね。バナナさんなんかずっと待ってたはずだよ。あのまだ始まんないのかな。聞いてました。あ、本当ですか。ちょっとダメですよ。ちょっと聞き手になる、なあの、うん、もっといいんですよ。あのタグさんと私たちの通貨のやり取りにもう参入していいんですよ、無理やり。全然通貨かどうか知らないけど。よく来てるからタグさん。目音漫才に参加するのはちょっと。目音漫才、まずいその表現は、その表現は私妻がいるから。そういうことじゃない。そういうことだ。ちょっと待って、タグさんがこっちを見てるんだけど、ずっとあのさ、みんなから見えないと思うけど、タグさんがね、こっちをずっとね、あのね、つんざくような視点で見てるから、こうギリ見えない位置にいるからね。そうそう、ちょっとダメだね、ちょっと過敏反応されてしまいました。そう、はいはいはい。ね、今日ね、あ、そう、タグさんにね、謝罪することが一個あった。あの、ね、タグさんのね、あのね、もう何、先読み、あのやっぱ未来から、未来から言葉来たんだけど、ちょっと待って、あの今シュタインズゲートがなんかなんか未来からね、自分を騙せみたいな感じで言われてたんですけど、まあそれはいいとして、もうちゃちゃ、あ、まあいいや、タグさんがついた、まあいい、もうその話いいか。もう勇気もなくなって。踊る踊る、分かった分かった、そうそうそう、じゃあ、そうね、あ、じゃあ、あれ、踊るだよ、言うたん、あいつやんな。まずまず踊る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 踊り踊る、まあ、踊りはしたいですね、確かに。ね、ほらほらほら、バナナさんがフォローしてくれたよ。そうや、ほら、これこれ、青いディスク、ソーラン。いや、青いディスクのいいところは、あのね、どの踊り方でもいいんですよ。あのね、普通のこれでもいいし、これでもいいし、好きなのを選べばいいから、あのね、マルチだと、あれ、ディスクだ、あ、消えた、え、嘘、何、ミスターマリック、でででででんででんでんでん、ちょっと待って、今消えたよね。ちょっと待って、私見てないところに、うちにディスク消えたんですけど、ちょっと、あれ、みんな知らない、ディスク、別の踊るしかないな。あ、分かった、これね、今ね、すべて分かった。タグさんが、あの、これやるとソーラン節踊らなきゃいけなくなるから疲れてるんで、やめてくれっていうことを今ね私に今あの言いたいってことがね、よく分かりましたので、わ、青いディスクはやめておくよ。あのOKOK、 タグさんは見学ね、いいよ、あのね、それでも OK、 別にパラパラ部、あ、これ言っときますけど、パラパラ部は見学でもいいんだよ、別に。踊れと、あった言うけどね、あのね、踊ってくださいとは言うけど、踊らなくてもいいよ、別に。それはあの、みんな次第だから。じゃあ、バナナさん、せっかくだからここに来たら、やっぱノンスト踊らないとっていう気もするので、なんか知らないけど、いや、いいんすよ、あの、はい、ね、知らないものを踊るっていうのも、まあまあ、おつなもんですよ。そして、あの、いずれね、あの、覚えたくなるはず、わかんないけど、なんでパラパラ部の部員がね、わざわざね、あのね、枠立てて練習するかっていうとね、踊れるようになる、あの、私が教育、ナイトオブファイじゃないの、初心者は。いや、大丈夫、これ最後ナイトオブファイヤー入ってるから、あのね、なのでちょっと長めのやつなんですけど、そんな理由で OK なんだ。そうそうそう、最後に入ってる、そうそう、踊れや。あ、俺ちょっと、もうなんだよこの、眠くなってくる、なんだよこのさ、あの、家にいるもう中年以降の お父ちゃんみたいな感じ、あの、攻撃されてる、こいつ幼児踏んでます、
こいつ養生踏んでます。あれちょっとごめん部長、ちょっと部長、あごめん部長、ちょっと今ねヘッドセットちょっと曇っててよく見えないわ。あちょっとわかんない、あえ何あほな何全然何も起こってないじゃん。何別に養生踏んでないじゃん、どうしたの。ちょっと全然わからなかったな、何が起こったのか。次踏んだら証拠写真撮ったら。あぶとろがね。まあ TS というものはね世の中にはありますけど、はい、じゃあ TS ってもあれだよ、トランス。あ部長、あ俺音流れてない。あちょっとペドさんみたいにさ、ちょっとおぎゃりポーズしないで。おぎゃったわけじゃないけど、ごめんそれね、おぎゃってるようにしか見えなかった。そうそう、最近よくペドさん、幼女だからある意味間違ってはない。幼女はおぎゃらないでしょ別に。幼女がおぎゃるわけじゃない、お幼児でしょ、幼女ではないと。まあここにもあった、なんだいっぱいあるじゃねえか、至る所にボッピッピある。それ俺のじゃん。もういいよ、借りる借りる借りるってなんだ。はい、じゃあ500円ね、レンタル料500円、500ペリカで、あ500広告ポイントで許して、あ どれや、今度タグタグ亭で500ポイント応援するから。じゃあ行きます。あバナナさんももっと前出て、もっと前出て、前出ていいんでいいんでいいんで、はい、じゃあ行きます。あのね、前出てもっと自分の存在感アピールして、そうそこの幼女踏んでもいいから。あじゃあさあダメ、それはまずい、それ後が怖い。後が怖いから。はい、じゃあ行くよ。センターポジ。この存在感ですよ、見てくださいよ。おちゃんと撮ってる、すごい。ソーラン節だけの人じゃなかった。あバランサーもうまいじゃん。大丈夫です、あの実はねここに来るためにね密かに練習してたとかだったら別にあの練習しなくても大丈夫だから、あの練習したらそれはそれでいいんですけど、してきたら嬉しいけど踊れなくても全然ウェルカムなんでね、そうその気持ちが嬉しい。そうじゃあナイトオブファイヤーを、あナイトオブファイヤーだ、ちゃんとねこのねノンストの最後ナイトオブファイヤーだから、そこで見せてもらいましょう、バナナさんのナイトオブファイヤーをね、みんな期待だよ。どっち最後のノーしてるの俺ちょっと普通のやつよりもちょっとあっちあの私ですけど、やはりあのやはりタグさんはやっぱあっちが できてしまうのかな、ナイトファイヤーがかかると。ちげえよ、ちげえ、タイミングちょっとずれてるかな。そうか、何気に普通にタグさんも追ってくれてるじゃん、さすが。それだって俺だって精神芸をしてるわけにいかないからね。すごい、さすが生主。いや関係ない、突者としてのあのあれだよね。なんだけどタグさんのエンターテイナーだから教授、そうそれそれ。最近会社でさ、モーションキャプチャーの仕事してるからさ、いつもこれで踊ってんだけどさ、最近脳内でさ、無音で踊ってるから、なんかね、部屋で踊ってると寂しいよね、会社の部屋で、無音で。しかもさ、周りからもろ見えの部屋だからさ、みんな見てんのよ。すごい恥ずかしいんですけど。いや、大切されてるね。ね。でもさ、よく考えたら放送してさ、同じようなことだから、まあ、みんなに見られてるから、まあ、同じといえば同じなんですけど、リアルアバターで見られるのとはちょっと違うから、いや、ね、いや普通にみんなの視線感じるのと、放送とは違うだろう、そう、全然違う。でも私は恥ずかしいけど、頑張って踊ってるから、ちゃんとこうやって。で、なかなかうまく踊る、それが快感になってるんだろう、そう、こういう仕事だから、しょうがない。それが快感になってるのが放送主っていう。全体集団だからな、
そうだよ、みんなに見られてるからね、これリスナーさんの存在を常に感じているから、私これ感じないけどね。いや感じるでしょ、会話してんじゃん、だってロボ戦ばっかなんだもん。そう、割とたくさんとこコメント来るな。うちより来るでしょ。うち来ねえよ。うちも来ないよ。あなたの枠はパラパラ部なんだから、それどうです。まあね、パラパラは踊るとき邪魔しないようにみんな気使ってコメントしないだけだと思うけど、それはわかる、確かに。でもね、田畑さんとこぐらい降ってきたら俺米返せないと思うわ。あそこだって鬼のように来るじゃん、コメント。やばい、やっぱ暑い。令和はやばくね。暑いんだけど。5月だよまだ。令和だけじゃねえよ。令和って関係ない。令和のせいに全部したけど。5月なのにこの暑さやばいんですけど、マジで。なんなんこれマジで。令和だってこのタイミングで別に令和になりたかったわけじゃないわ。何、令和に感情移入しちゃってんの。令和も突然、私が明日から令和なんですかみたいな感じで。誰だよ。擬人化されてるから、たまに、あの令和も。令和ちゃん。ね。なんか、令和という存在をどう捉えるかですけど。さあ、この次にね、ナイトオファイア来るから。構えて。バナナさんのナイトオファイア見て。俺、どれやった方がいい？いやもうたくさんに任せる、それは。お、筒だ。これ来た来た。それセンターやってるからね。さすがさすが。まだいるね。だ俺。俺がね、ナイト・オブ・ソーランを結構うろ覚えだからね。踊れと言われてもって感じ。まだ特徴の頑張って考えだ。そうか。ちょっとコンビネーションで。はい、ノンストップメガミックスファーストでした。ありがとうございます。あっちあっち、何これ熱い。いやちょっと待って、何度だよ。部屋仕事したわ。ああね、お疲れ様です。あのスネーク今ミッションを、ね、クリアしたから、ありがとうございます。バナナさんもありがとうございます。ナイトオファイヤー、あー疲れた。裏に、舞台裏に隠れちゃいましたけど、はけたけど舞台から。ちょっと待って、あのじゃあちょっと私その隙に、あの49のも、49、49知ってます？ 99.99 って書いてある。どうせ酒。そうだよ。そう、もちろん。どうせ酒。もちろんでしょう。例えばね、雑談でタイムに差し入れるけどね。うん。何？特撮部に頼まれたアバターできたで。お、マジですか？できた。お。できたできた。すげえ、ワクワクだね。すげえ。何のことか分かってねえなお前。あれ？違う、あれちょっと待って、私の勘違いだったら困あれだけど、え、あれ作ったんじゃないの。あれごめんな、でもね間違ってるかもしれないから、今あれが何かちょっとあえて言わないようにしておきました。普通に名称言えばいいやん。あ、せやな。そ、ツイッターの方でじゃ あの聞くわ。あっちなんで。ちょっと別に特撮も隠してるわけちゃうから。隠してないよ。で、ああ、うん、そう、あれでしょ、めっちゃしね、あれじゃん、あの、うん、ディスコードにあれじゃんね、あるじゃん、あのダットファイル、あれじゃないよ、え、あれじゃない、え、あれじゃなくて、あれじゃない、じゃあもう一つ作れって言ってたじゃん、インキさんが。あー、なんだっけあれ。ちょっとあの特撮部をちゃんと覚えてないっていうラムダさんのこうあれじゃん、致命的欠陥じゃんこれ。もう一つのベストステーション作ったんだって。あ、そういうことか、うん、あー、じゃあそれは明日、明日だね、明日、ほら、明日だね、
今日明日というかもう今日だけど0時過ぎちゃったけど、ね、日曜日のねあの21時から、あ、てか延期さん最近、うん、延期さん最近こういろいろと遅刻気味だけど、あ、延期さんも結構あれだもんね、忙しいのかな、なんかいろいろとね、なんだったら明日さ、手出したら VVTV とかぶるんじゃないの。いや、延期さんは VVTV はかぶんないか。いや、VV は VVTV の打ち合わせ、打ち合わせか。いや、VV はでもあれじゃないの、あの、え、VV じゃんけど W でしょVV は違うじゃん。あ、そう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 、そっちのね、あの、YYTV か。YYY じゃない。あの、え、あっての打ち合わせは木曜日にやってんじゃないんだっけ。あ、わかんないけど、あの、私木曜日固定なんだあれって昔は聞いたけど、私ね実は誘われたことがあって、あのしじみさんから、あのね、すごいな、いや、なんかね、10月とかだよ、俺差し置いてな、違う違う、あ、なんでタグさんも入りたかったらその時言えばよかったんじゃない。いや、なんか募集してた時期があったんで昔、そうその時に入りたいかって聞かれたら、うん、うんって答えるけど、いや、じゃあどっちやねん、どっちやねん、誘ってはほしいってこと、誘ってはほしい。ただ誘われたらちょっと、そうそう、いや、そうね、声かけていただいてありがたいんですけどって言って優越感に浸りたいだけのやつやこれ。ちょっとみんなのアイドルなんで、なあ、めんどくさいね、誰かのものじゃないんで。まあ、マジレスというとこう習慣で動けるほどのこう、まあせやな、暇は取れないと思う。あのさ、うん、あのラムダさんも基本的にさ、木曜の何時から定例会議とかって書いて言われたんだけど、そこに必ずさ空きがあるか分かんないんですよね、うん、そう、9時からとか言われてた気がするけど、必ずそこで話せるんだ。絶対無理、9時か10時か忘れたけど、多分無理だわって思って、あのね、断ってたの基本的に。そうだからね、あのまだね13人も入れるって言ってない頃だったから、あの13人だっけ、十何人か入れるって言ってなかった子だから、まあワンチャン入ってたんだけど、それ入ってたらね、多分もうパラパラ分も、じゃあ俺挨拶まで来ただけだし、1曲踊ったから帰るね。はい、タグオルタさんでした。あ、ちょっと待って、あのもちろんのあれ写真だよね。うん、ちょっと、ちょっと、今撮った、違う、タグさんが撮ってどうする。ちょっと、あの、とりあえずこの新しく開くようになったこの V でパーチョキで、あの、バナナさんも入って、はい、落とした。え、何それで、違う、代理、あ、何これ、あの、欠席した時のあれじゃん。ちゃんとあの卒業の写真集とかの横に丸くピョン。ちなみにあのね、 VMF の時もこんな感じだった、タグさんは。あのね、左上にとかに天の声として存在。あ、いねえし、あ、本に去る。あ、いてくれる、大丈夫。あ、これいいね、この、あ、じゃあ行くよ、はい、チーズ、はい、はい、ありがとうございます。はい、どうもでした、タグオルタさんでした。よいしょ、あ、いいね、いいね。あ、このパー、あ、このパー使いこなしている、さすが。このパー何使ったらいいかまだ分かってないんだよ、私。あ、1,2,3,4 か。このパーはあれでしょ、スムー稽古に使うに決まったら。あ、張り手っていう意見もあったし、太陽剣っていう意見もあったし、あの、私はジョジョのゴムの奇妙な冒険で、確かジョルンジョバーナこんなポーズしてたなっていうのと、あと、カメハメハを打つとき。カーメハメ。あと、ケイオンの。あ、ケイオン、ケイオン、ケイオン。マジック。あるね。あ、結構使い道あんじゃん。山田さんには伝わると思ってたよ、他のやつに全然伝わらなくて。いや、わかりますよ、もちろんわかるけど、わかるけどね。じゃあいくね、ありがとう。じゃあ、あの、タグさんどうも、タグオルタさんでした、どうもありがとうございました。はい、よし、じゃあ、あの、タグさんが、あのね、インターネットリテラシーの高いタグさんがちょっといなくなったんで。なんかこうね、コメ欄がね、赤と黄色なんだよけど、珍しいよこれ。別に、あの、ほら、割とね、静かだからね、あの、いいんだけど、あの、うん、まあ、ほどほどで。な、珍しいんですよね、あの、枠、いや、私は、ほら、元生主っていうか、今もこれも生主なんだろうけど、あの、別に、あの、ニコ生やってるから、だから、たまにこういうことがあるから、なんかね、あるとワクワクしてくるよね、なんか、あ、やべえの来た、みたいな。すごいですね、精神力が。いや、違う違う、別に、いや、あの、ただね、突者がいるっていうことには、あの、あれなんですよね、敏感だから、うん、バナナさんが今いるじゃないですか。私がソロで修行枠とかで嵐が来た時は別に気分次第でブロックすればいいだけだからいいけど、なんか人がいるとちょっとね、あの、なんかね、嵐と会話をしてるのもあれだからっていうんでね、まあいいや、あの、こうやって話題に出してもらってるのが多分嬉しいと思うから、ほどほどにしときましょう、ほら調子に乗っちゃうから。はい、そうそうそう、
バナンさんはまだナイトオブファイヤーしか基本的には踊ってないんでしたっけ、はい、あ、そんなこともないのか。そうですね、見てるのはナイトオブファイヤーと何でしたっけ、ワンナイトアラビア、え、ワンナイトインアラビア、ほうほうほう、お、あれ、あの感じが好き、ちょっとアラビアンチックな感じが、あの感じ好きです。おお、はい、いいですね。スマホに入れて、あ、本当に電車の中で聞いてるぐらい、あ、すごい好きじゃないですか、はい。ね、その後ランダさんが何のディスクを落とすかぐらいはみんなね想像つくと思うんだけど、あるから、当たり前だけどね、マイリストっていう便利なものが今あるから、すべての曲はここから出てくるんだよ。そうそうそう、ただね、曲ありすぎて今ね一発で出せないんだよね。ちょっと待って、今ね、そう、出しましょうか。お、あるんですか。お、じゃあぜひお願いします。最近さ、ほら、いろいろあるから、ボカロを踊ったり東宝を踊ったり、なんかいろんなものがねミックスされてね、ちょっとちなみに私、あ、今度ね、これは一応予告しとくけど、もうすぐパラパラ部ね150回に到達するんですよ。あのね、で、なんとね、ユーロビートンでね150っていうタイトル、150っていう曲があるんで、もうそれここで踊るしかねえって思って、実は練習中です。まあ、で、今日ねもっと練習しようと思ったのに全然練習してないんだけど、だから150回目が来る前にね。あ、ただね、ラムダさんはスナックラムダをやったりパーラーラムダをやったり、あの、逃れられるから、番号から、だからちょっとね、あの、覚えるまでは150に到達しないよ。覚えたら到達してドヤ顔で踊るけど、伸ばしが入る、ね、うん。あ、メイズさんどうもいらっしゃい。そう、そしたら来ます。ただね、あれなんですよ、150、ちなみに100っていうタイトル、まあ100だけど、100って書いて100ね、の曲があったんで、100回記念の時は100から始めたんですね、100だから。で、150回が来たら、150が来るでしょ。次ね、180って曲もあるの。ってことは30回後来るまでに、また覚えなきゃいけない曲が、ね、あるやんって思って。まあ結構ね、それがまた、短くなってますね。180だね。180とかめっちゃ渋いんだけど、私その曲も好きだから、頑張って覚えるようにします。はい、じゃあ、お、ちょっと待って、今来た、ちょっと待って、ああ来た来た、え、もうしてきたの、誰かわからん、もうだってさ、パラパラ部見そうさ、ここ2回ぐらい見てる人にはもうこれ誰かわかってんじゃんね、基本的に。だからバナナさんですら今分かっちゃったじゃん、これ。この人、あの人だなって今想像ついたと思うんですけど。だってもうアバターもそうだし。この名前でとつまりしてますからね。あ、とつまり、え、いつこの名前で、この名前でとつまりしてんの。しかもさ、これさ、あれだよね、してきたってことは、もう存分にあやしてもらったってこと。もうだいぶ やってきてもらった。母性。埼玉さんのアプリでした。何なんつった今。いたこさんのアプリって来た。あ、昨日あれなんですよ。いたこさんが来て、いたこさんとのね、はい、が行って、おぎゃってもいいですかって現地を取ったから、行ったのじゃあ俺、いたこさんの TS 見よう。タグさんじゃねえ、あのね、ペドさんがね、じゃあ行って、おぎゃってもいいんですかって言ったら、いいよって言ってたから、今日約束を果たしてきたんだね、じゃあ。なるほど、おぎゃりに、基本的にね、ペドさんはこうやって、こうやってね、本家がこうやって、この放送やばい、この放送やばい、これちょっと違う、だからここ危ないから、ここ危ない。あ、バナナさんの元に、あ、バナナさん、あやしてあげて、ほら、赤ちゃんだから分かんないから、何も、ほら、あやして、泣き止ませて。ほら、ね、困るよね、結構ね、幼児をあやすって結構ね、難易度が高い、ね、A ランクミッションだから。じゃ、ちょっと、ほら、バナナさん困ってんじゃん。困惑の色が隠せないじゃん。いや、普通そうですよ。あやし慣れてる人とかね、だって、あ、でも、優しく。輸入させてくれ。あ、ちょっと待って、ダイレクトアタックなんだけど。まあ確かに私もごめんなさい、これは私のせいだと思う。私がね、ついついこうなると、ね、おっぱいを吸わせてしまってるから、ね、ワンちゃんすぐね、おっぱいが吸えるとね、ちょっとね、あれだよ、踏んでるわけですよ。ごめんね、だスペース問題でしゃがめない。え、ちょっと待って、やばい、アデリキさんに見られてる。ちょっと待って、なんでアデリキさん、ちょっと、え、ちょっと
だって時間は深夜放送ですよ。ギルガメッシュ、あ違う違う、ギルガメッシュアルテミッシュ、あそれでもないね。あの昔のフジテレビはこれぐらいの時間にとかにこういうね、あの A 女 E 女とかやってたはずだから、多分 OK ですよ。ちょっと待って、アデニーさんいきなりちょっとびっくりするから、ちょっとびっくりしちゃったじゃないですか。まあこの間あのシャラさんのラジオのやつで一緒にねご一緒させていただきましたけど、どうもね、その説はどうもありがとうございました。あ、 VV 見ましたよ。あのちょっと待って、あの次のねあれに、あ、v、あの向かってってことで、あのね、あのちょ、な何しとんのそこ。深夜放送ですけど、あの時間帯は深夜だからいいと思いますよ。じゃあただね、あんまりエロいことやってると、さっきね、あのここトツ回りで他のとこ行ったからあれだけど、あのタグオルタさんとかに基本的に怒られるから、あの人はあの基本的に風紀委員長なんでタグオルタさんがいて、エロ禁止ですかね。そうそうそう、エロ禁止だからね、エロ禁止で部長の私に責任来るから、ちょっと、ね、あでもエロじゃないよ、これ尊いやつよ。ていていって言ってください、ていてい、これ TTTTTTT って何ほらてーてー、たっとい、と赤ちゃんプレイ、楽しい。え、もう赤ちゃんプレイ超…ドエロだ、お菓子が喜ぶやつ、ナナシのアデリーペンギン。え、ドエロだ、お菓子が喜ぶ…ちょっと待って、甘お菓子さん、え、すごい喜ぶ、マジ。ちなみに天岡さんとはあのね、あのオフ会で、天岡さんのねすげえうまい歌聞かせていただきました。あの天岡さんとコミュニケーション取れなかった。でもね、お話したかったんだけど、あのお話をするタイミングを失ってました。天岡さん歌うまいわはいじゃあドエロじゃないよ、ドエロじゃない、ドエロじゃない、すごくあれです、健全放送です。ここほど清楚な放送はないっていうのは、まあ、今完全に嘘つきましたけど最近ついつい下ネタにね行きがちなんで、あの私ちょっと自分でもね気をつけなきゃなって思ったりをもするし、あのまあいっかと思ったりもするから、じゃあどっちって思うと、あのね、土地者が許容してくれる限りはエロく行こうバナナさんはオッケーな感じでしょ、多分わかんないけど、あオッケー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 、あった、うん、じゃあエロエロ解禁。バナナさんの胸の中セイキネ、あ何やって、何やってんだよ好きだわ。え、大胆な告白は、あのね、大胆な告白、ね、胸の中好きな人多いんですよ。え、ちょっと何、え、バナナさんって結構そうやって、うん、あの抱きしめちゃうタイプ、抱きしめ、あとは長寿で抱きしめてる。あ、すごい、え、ちょっと待って、え、すごい、あ、じゃあちょっと、え、ここに来たのはやっぱりあれスタンド使いは惹かれ合うじゃないけど、ちょっとあの何かそういう傾向にある人がちょっと来やすいまあタグさんは別ね、タグさんは別ね、タグさんはまたあの見回りに来てる人だから、あの人はパトローラーだからえ、ちょっとマジですか、ちょっとじゃあ、バナナさんの、はいはい、おー、あー、これがぬくもり、あー、ぬく、愛、あ、じゃあ、愛震える愛の愛は違う愛だった、いつもこのネタいつも言っちゃうんですけど、違う、これが愛、これぬくもり、愛はお金で買える、ちゃうちゃう、え、愛お金で買える、え、これ、え、このサービス、30分5000、あの、7000ぐらいですか、リアルな額出すの。普通にお店の額だし、ね、これ V ギフトでちょっとあれですね、あのチケットをちょっとあの飛ばさないとこれプレイしてくれ、あ、そういう枠じゃないよ、そういう枠じゃないよ、違うからそれ FC2 行かないと、そう、もうちょっとダメだよ、あのニコニコでやっていいことと悪いことがあるからね。あとこれちなみに YouTube にもね、うん、同時配信してるから YouTube の方がきついんだって。やばい YouTube は3ヶ月ぐらいバンされるからねエロいことやってると、そうそう、エロいことじゃないよ、あのね、エロいと今のを思ったらあなたの心がエロいんです。いい、分かった、ベンチマーク、リトマス試験紙、私たちはただ単にこうやってあの愛を確かめ合ってただけなのに、それをエロいなって、そう、あ、ちょっと待って、今誰かコミュニティフォローしてくれたけど、絶対アデリーさんでしょあ、炭酸、あ、炭酸さん、私と熱い抱擁したバーナナなんて、あ、確かにね、オフ会で抱擁したよ、お互い、え、マジで何やってんすか抱きしめちゃったの、オフ会でリアルアバターで炭酸さんを、あら、そう、リアルアバターで、じゃあ私さ、ちょっとこれ言っていい、炭酸さんいるから、炭酸さんのツイッター見てると、いつもさ、あのなんかさ、股間からなんか出してるような人のイメージするんですけど、ちょっとなんかさ、しかもさ、このアイコンがまたさ、あれなんだよね、一瞬なんかその瞬間みたいな顔してるから、あのどうもね、あの
だってそうじゃん、もうねこれ以上これ言える限界じゃない、これニコニコで言ってもいい限界のワードを選んでチョイスしても言ったつもりなんですけどね。ダンサーさんのツイッターを知らない人はみんなフォローしてください。あのね、毎日いつもね何かを出してると思うよ日々出してんだもん、だってそうね、出してるよね。しかも最近はさ、なんかあの診断でさ、あの許可が必要な診断みたいな。え、なに？え、すぐ出ちゃう。ほら、本人からの、ほら、答弁が出ましたよ。あの、すぐ出ちゃう。ね、そう。あ、じゃあしょうがないね。若いから。でも、ペドさんも若いから。ペドさん10代だよ。炭酸さん何歳か知らないけど、ペドさん10代だから、多分ペドさんも相当、あ、待って、だから、ギルガメッシュじゃないんだから、ここは。だギルガメッシュって言っても、多分このね、両方に伝わってないから大丈夫だよ。よかった、危ねえ。これ3。オフパコ勢が多くて怖い、ナナシのアデリーペンギン。ちょっとか、アデリーさん何、違う一瞬もう見てないかなって思った瞬間にまだ見てんじゃん。ちょっとびっくりし、ビビっちゃったんだけど、東京はオフパコ勢が、オフパコしていません、オフパコしていません、違う、してないです。じゃあこの間のオフ会に来た天岡さんだってオフパコしたってことになるでしょ。してないと思うよ。天岡さんはあのね、あの歌すげえね、いい歌声を聞かせてくれましたから、そう、天岡さんおるやんけって思いながら、そう、オフパコ勢ってあのあれ犬江さんもいたけど、別に犬江さんと、あ、言うて私今年に入ってから犬江さんと5回ぐらいご飯食べて、4、5回ご飯食べてますけど、別にオフパコしてないから、あの大丈夫ですよ。犬江さんとって犬江さんとオフパコって、そういう、ちょっと待って怒られる、まだ、じゃあそう。あ、確かさ、あのシャラさんのラジオの放送の時にも言ってましたよね。なんかシャラさんがさ、あの犬江さんはあれですよ、イケメンでもうまいからパコパコしてんでしょみたいな話をしてましたね。その話今いるみたいな感じだけど、まあ、犬江さんはそんなことしないから、犬江さんはすごくイケメンだから。あ、ちょっと待って、このコメントなんでここ残したし、別に炭酸さんのすぐ出ちゃうがここにある理由がな、もういいや、残しとこう。なんでそれ残したしに今なったんだけど。え、けどほら、ペド10代、え、そうだよ、10代だよ、マジで、これは嘘偽りないです。オフパコ、ね、炭酸さんには縁がない言葉だから大丈夫だと思う。炭酸さんは自分一人で OK でしょ、だって。ね、ソロプレイヤーでしょ、ソロプレイヤー。え、違う、シングルプレイでしょ、オフラインプレイだよね。オンラインじゃないとプレイできないんで、あの基本的には、そう、あのオンプレイヤーのみですね、MMO みたいなもんだと思ってください、あのオフパコっていうの。はい。ちょっと待って。だから私は言っときますけど、オフラインプレイヤーだから。あのそれはちょっと言っておきます。はい。なんだこの番組。まずいぞ。下ネタ濃度がちょっといつもより高えぞ、これ。ちょっと。まずいな、ここ3人とも実はドエロだ、ここ。ちょっと待って。ダメ。ドエロをやっていいのは、あの、あれだよ。あの、スケベ部か、あのね、サメ部だから。このチャンネルフォローしました。あれ、184になってないよね。たけのこさん、たけのこさん、どうも。たけのこさんもよりによってさ、ユーロビートやってねえときに、あのごめんなさい、あのね、こう、たけのこさんね、これね、パラパラすごくうまい方なんで、あのリアルうまい方なんで、あのね、とても上手なので、はい、どうもありがとうございます。すいません、下ネタしか言ってません。あ、やべえ。ここは際どいインターネットですね、メイト。あ、メイさんもここは際どいインターネットです。ここはあのあれだよ、闇だから、あの闇、あのパラパラ部かっこ闇です。でこんな放送はさ、これぐらいの人数でいいよ。絶対にさ、あのあれだよ、あのランキングなんかに載せちゃダメだよ、こんな放送だ。ちょあの初期の頃パラパラ部なんてもっとひどかったからね、あの新聞。わからないですけど、このおさんと気持ちいいことならしてるよ。え、ちょっと何、え、なんかフォロワーさんと気持ちいいことならしてるよって、炭酸さんか、え、どういうこと、え、わかんない、え、何してんの、ちょっと待って、あのこれ犯罪の告白かもしんないから、ちょっとちゃんと言った方がいいよ。犯罪の告白って何。わかんないけど、え、フォロワーさんの写真、最近 VR では、はいはい、フィードバックがあるかな。あ、感覚フィードバックで、そう、え、マジで、え、じゃあ、あの VR、ね、VR チャットとかかわかんないけど、ちょっと、触ったら、触られたとこが敏感に、あっみたいな感じになるってこと。え、マジで、え、最高かよ。え、そうです、そうです。あ、つまり、こうやられたら、ね、あっおーってなる。焦点。だからさ、アヒーじゃないんだよ。ちょっと待って、あのー、ね。
この辺はモザイク必要だよね。これエロいっていう意味じゃなくて本当のモザイクが必要だ。ちょっと待って。あ、ちょっと、あ、やば。ちょっと待って、今バナナさん、え、バナナさんあるやん。何何、ちょっとバナナさん、ちょっと何、あへってんの。ちょっと何この、この人たちやばいんですけど。まずいぞ。これさ、もう。あ、ヘブン状態。そう、ヘブン状態。焦点、焦点お開きじゃない方の焦点してますけど、ちょっと待って。ヘブン状態、それゲーム。あれでしょ、でもね、へ、それ、あれじゃん、あれの、女性向けのやつでしょ、基本的に。それ、男性向けだとあれだもんね。あの、イリュージョンとかになるからね。まず、待って。はい、ここに置いときましょう。まずいまずい。これちょっとね、ほら、そろそろ見てないかなって思っても、まだアデリーさん見てるかもしれないから、ちょっとほどほどにしとかないと、ちょっと どこにさ、この情報が漏らされるか分かんないから、あの、ほどほどにしとかない。いや、まずまずまず。ね、ほらほら。で、アデリーさんの放送もたまに見てますよ。すげえ細かいね、あの、詳しいね、あの、ペンギンの知識とか語ってるの。知ってる？私見ましたよ。はい。これ何気に見てるから。よしよし。さて、そうね、田畑さんとかもさ、あの、サメの知識語らせたらガチなんだもんね。すごい、笑っちゃうほどすごいんで、あの、ぜひ。FNHK に出るんでよろしく、七市のアデリーペンギン。はっ、マジっすか。弟白つづり。すごいじゃないですか。明日 NHK に、え、マジで、これマジ？マジ？これマジだったら、ちょっと、え、これ録画しとかないとまずい。はい、アデリーさんがNHK に出そうなんで。みんな NHK 見ろよ。これはネタじゃなければ。あ、ちょっと待って、あの、アデリーさんのね、ツイッター見てて。え、マジで？え、ちょっと待って、ガチじゃん、ちょっと待って、ガチなんですけど、ジャス19時半からアデリーさんが NHK に出ます。お、すげー、おめでとうございます。え、ちょっと待って、パラパラ部でなぜかこう遠隔的にこう応援していくスタイル、あの、いや、まあでもいいんですよ、アデリーさんのことだったらもう応援しますから、応援ね、パラパラ部はアデリーさんを応援しています、イエーイ。これね、やっておかないと、やっぱり、はい、応援してます。あ、これちょっとあれだね、もうちょっと、じゃあ後ろめのとこに置いと、いや、ちょっと読めるのか、ちょっとさ、あの、炭酸さんのさ、あのさ、すぐ出ちゃうはもういらないよね。あとオフパック。こ、ニュース七市のアデリーペンギン。ちょっと待って、それよか、裏でセクって、え、ちょっと待って、違う、これ何、これは授乳、あ、違う、これは、あ、愛だよ、愛、なぜそこで愛、ただ単に愛です、愛だが隠す。見せだ、ちゃんとはみ出すな、はみ出すな。ただの愛だから。あれ、赤ちゃんにさ、じゃあさ、あれですか、ね、電車の中で、あの、授乳してる奥さんを見たら、あなたは興奮するんですか？私は興奮します。え、あ、違う、待って。これが、はい。正しい反応。正しい反応だよね。正しい反応だけど、ちゃんと席は譲るよ。そういうこと。じゃあ、席を譲れば、あとはさ、スタンドアップトゥーザビクトリーしててもいいわけじゃないから。そうそう、スタンドアップトゥーザビクトリーね、スタンドアップトゥーザビクトリー、ビクトリーがスタンドアップしてるってことは、つまりそういうことなんだけど、まあそれはいいとして。はい、とアデリーさんの宣伝をしていく枠ということで、今日、あ、じゃあここはね、あ、そう、アデリーさんね、 NHK 出演おめでとうございます枠ってことにしようか。パラパラ驚きがないのか。ちょっと踊ろうよ。ちょっとさすがにさ、もうやりすぎな気がしてきたから、ちょっとやっぱ踊っとかないとさ、またさ、タグさんがさ、あのね、ちょっと、あの、次どこ行こうかなっていう時にさ、ここタグオルタさんが来ないと、もう収集がつかねえっていうことにされると、またちょっとさ、タグさんに怒られちゃうから。もうラムダさん、タグさんに弱いからさ、ちょっとダメダメダメ。あの、何か踊る、よし、行くぜ。じゃあ、ね、踊ったことない曲が出てくるかもしれない。あ、じゃないよ。違う、さっきからさ、あの、ワンナイトインアラビアを先刺したのにさ、踊ってないんじゃん。それはさ、なんで踊んなかったか分かる？赤ちゃんプレイしてきたさんが来たからだよ。あ、その時に止めたんだよ。よく思い出した。時が思い出した。もうダメだ。旅してきた。私たちすごいね、イスカンダルまでね、旅して帰ってきたから、コスモクリーナーを手に入れて。それで、当初の目的は、まあ、見失ってるんですけど、完全に。はぁ、ワンナイトインアラビアか。何もかもが懐かしいって言いながら、今、起きた館長死んでるんで。はい、じゃあ、いいですか？とりあえず、いいよ、踊れなくても大丈夫だから、あの、ノリでやりましょう。じゃあ、好きな曲が流れるっていうだけで、それがね、いいことだと思いますので。じゃあ、行きます。はいはいはい。
ほらほらね、いや決していやらしいことなんかしないよ。おあ、すげえ。あ、密着南極の生き物大調査なんだって。そりゃアディさん出れるね。だってそりゃペンギンだもの。さすがだよ。みんなちゃんと見るんだぞ。あの炭酸さんがすぐ出ちゃうとかいう情報は忘れていいから、アディさんの方は忘れないで。あ、でもね、これ炭酸さんのフォロワー増えたかもしれないから、フォロワー増えたらお礼お願いします。あ、動物の友達はダーウィンの後番。あ、そうなんですか。ほう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 、なるほど。すげえ、やっぱね、アディさんすげえわ。それが ガチだもん、アディさんの放送。え、私の体狙う人が増えちゃう。え、ちょっと何言ってんだかわからないんです。炭酸さんの体を狙うってどういうこと。炭酸さんが体狙うんじゃないの。違う違うの、想像上の中でね。いや、バナナさんを狙っ、もう抱きしめてるから、バナナさんの体じゃ満足できないってこと。ダメじゃん、バナナさんいるじゃん、だってね。え、あ、そうなんですか。あ、広告がありがとうございます。こんな話をしてるとこでもちゃんと踊ったりするから。あ、炭酸さんじゃん、広告してくれたの。炭酸さんなんで広告してくれたし。ありがとうございます。もうなんかコメントで埋め尽くして、踊ってんだか踊ってんだかよく分からなくなってるけど、大丈夫大丈夫。残すべきコメントが多いっていうか。え、この曲知ってんすか、アディさん。すげえ。あ、昔聞いたことありました。お、ぜひね、今度アディさんにも踊ってほしいって思ったけど、あのアバターでは踊れないね。ペンギンじゃ踊れないな。踊ってる感じは出るかもしれないけど。ちなみにパラパラ覚えたいっていう気持ちがあったらいつでも教えますから。私シャラさんにもナイトオブファイヤー教えたし。これマジですよ。でも本人はもう忘れてたみたいだけど。そしてね、あのね、ネイルさんもね、時間さえ合えば来てくれるっていう約束はしたんだけど、時間が合わないので、まだ約束は果たされていないということで、まあ いいんですけど、気が向いた時で構わないんでって感じ。はい、そう、ここすごいよ、パラパラブやばいよ。だってさ、この間西かわいいさんからのコメント降ってきたもんね。え、あ、なに、呼び捨てになってるけど、呼び捨てされてますけど、違うよ、あの、なんだっけ、赤ちゃんプレイしてきたさんだよ。赤ちゃんプレイしてきたさんだって。違う、しかもよく見てみろよ。ほら、よく見てみろよって言い出しちゃって、違うから。ペドさんと。ああ、そう、つづいさん、そう言ってましたよね、なんかあの パラパラ部前から見ちょっと待って、ちょっとほらね、あ、広告ありがとうございます。炭酸さんまたコメント、あの広告ありがとうございます。ちょっとそこ見せつけていかないで。ほら、ちょっと待ってよ、だからさ、西かわいいさんとかが見てるんだからさ、ここなぜかなんて下品な放送してんだなって最近多分思われてると思うよ、見せたとしたら。ちょっと待って、偉い人なんですよ、偉い人ですよ。中華もらったからね。そうそう、だ、あの 今はね、新しい、あ、違う、もう中華もらったじゃないですか。休暇はもう終わったんじゃなかったっけ。休暇3ヶ月、あ、待って、今までの3ヶ月の休暇分ず、休暇、あ、そっか、許可ね。あ、確かに別に M 字開脚さんっていう名前だったけど、その時は M 字の配信。あ、そうそうそうだよ、ラムダのおっさんの配信だよ。ああ久しぶりだね。あ、いらっしゃい。あの M 字開脚しながらさ、あのこうやってあのバイブのさボタンでさ、水平移動、あ、まあこんな感じでね、水平移動してても、これ西川愛さんにこれ見せつけたけど別にいいですよって確かに言ってた、現地撮ってた。じゃあいいのかよ。
ミジカワイさんにこんなさ見せつけてる枠うちぐらいだと思うんだけどマジで どんな枠なんだよ本当に奇想天外なんですけどやべえそうこうやってさアディさんもそうだけど赤ちゃんそうだよベイビーだよベイビーアンドレイディーですよまあ今のネタはタケノコさんしか分かんないと思うけどねベイビーはいそうよくあのユーロビート聞くとベイビーって言うからWanna get you, baby! みたいなやつ、ベイビー。はい。そうです。ベイビーの時、大体ね、こういうやつやる。まあ、Tokyo とベイビーはちょっと違うんだけど、VR だと表現がしづれ。そんな感じです。小竹の子さんにはちょっと、あの VR やってないとわからない。そう、ベイベー。ベイベーってね、歌詞が出ると必ずそうなの。ファイヤー。これがファイヤーね。これ、ファイヤー。ベイベー。で、トキオってやるのが大体はやる必ずじゃないんですよねそうだけどあのねベルファーレ2000とかでもトキオっていう時はこうやるしとかねそうあと神風とかでも、ね、ベイベーってやる時はベイベーってやるからそんな感じまあこういうのを使ってオリパラを作る時は大体こうねあの当てはめていくんですけどきたおトキオあねトキオが使われる曲もっとやりたいですねトキオ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 ダダンステンセンファイヤーってねもうその曲を誰がねその DSX の曲を誰が知ってるのかっていう話はあるけどまあここにいる人は知ってるこれはねユーロビーターなら知ってるはずもうね SEB90 から120ぐらいの曲は全部踊れるようにしたいとは思ってはいる思ってるだけですけど。あ、でもなんかさ、昨日あれなんですよね、あの、なんていうか、ブックオフかどっかに、あのね、ここによく来るイニャバくんね、コアメンツのイニャバくんがね、あの、SEB が売ってたから買ったら、なんとね、ボリューム49だっけ、47か、フルとか思って、リクエストカウントダウンかな、確か47ぐらいだか、8か、そのあたり。で、知ってる曲が神風しかないって書いてあったけど、私はミステリー・イン・ラブとか、あの、あれとか、なんだっけ、あれ。なんかいくつ結構あったんだけどな知ってる曲あの名曲があのキング&クイーンとかそうキング&クイーンのキング&クイーンね曲名とあのあれが歌い手の名前一緒だからそうとかあったんであそれはわかるあおペトさんが整理してくれたよさすができるできる伊達に赤ちゃんプレイはしてねえぜねそう赤ちゃんプレイしてるだけの男だと思うなよご褒美ちょっと待って褒めたらご褒美はい、バナナさんの、ほら、ちょっと愛をあげてくださいよ。あの、ね、あのバナナさんは私の母になってくるかもしれなかった、女性かっこはてな、だ赤ちゃんプレイしてるだけの子供です。うん、ベイビーです。ベイビーアメアレイリー、また言ってんし。ベイビーだよ。そうだよ。ね、かわ、あの、ほのぼのだよ。未成年だからしょうがないです。ちょっと待ってよ、19歳未満もみんなさ、こうなってるみたいなのはちょっとおかしいでしょ。累計ポイント数が6300になりました。ほら、この光景を見て今またさ、耐えかねて炭酸さんが赤ちゃんだししょうがない、ね、炭酸が今ね、あれだもん、あの広告入れてくれたし、あのこれを見ながら多分炭酸さんまた、これ何回ぐらい出た？あ、違う、あのごめんなさい、何も言ってないよ、何も言ってない、私何も言ってないからね。だまたほらこんな発言をこういうところばっかりさ、西川愛さんに聞かれてるかもしれないから、ちょっと最近ビクビクしてるんですけど、いや嘘聞かれたら聞かれたれって感じもしてますけどね。はいはいはいね、そうそう、炭酸さんの今さ、これ多分使用してるから、今あのほら46だとキング&クイーンからの、これ赤ちゃんも癒やす体験になってないよ。お金された、うん、お金された、あ、寝る前に出すよ、だって今ね、あ、我慢してるとこだって、あのちょっと待って、あのごめんなさい、もうちょっと具体的なワードで言いそうになったんだけど、もうちょっとそれは言っちゃいけないと思ったから言わなかったけど、まだねあれだって、あのそこまでは言ってないって、
そこに至る寸前までは行ってるってことだよね。だからあのだいぶあのだからゲージが高めてるってとこでしょ。今これぐらい、あのここまで達すると多分ね、あの炭酸酸の炭酸が炭酸しちゃうんだと思うんだけど、あの、ね、意味が分かんないけど、ここの辺かな、今まだこの辺で止めてるってことでしょ。意図的に止めてんだよね多分。いやでもダメだな、炭酸酸すぐ出ちゃうって言ってたから、あのあんまり自由度は低そうだけど、自由度って何勝手に出ちゃうみたいな。あ、ヘイヘイダンシン、そうそう、ヘイヘイダンシンね、いいっすよね。そう、わかります、わかりみが深い。そうそう、うちにも SCB あるから。あー、セルフ、あ、これエコシステム、これがエコ。あのね、昔さ、あのツルピカハゲマルくんでさ、家で飼ってるペスっていう犬がさ、ローラーみたいなの回すと一生懸命これね自家発電した。あ、このネタが分かんない、誰も分かんない。あのツルピカハゲマルくんも知らない、バナナさんもペドさんも分からない、分かるわけがない。はい、バーブー赤チンでも分かんない。はい、すいません。自家発電っていう言葉はもう最近あんま言わなくないですか。なんかね、じゃあなんて言うのって言われたら分かんない。 G、 あ、ちょっと待って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 、何でも言えばいいってもんじゃないぞ。G、あ、こ、違う違う、今のは卑猥な言葉じゃないよ。今のはあれだよ、あのね、ガンダム見た、ターン A じゃねえや。そう、 G のレコンギスター、 G のレコンギスターであの出てくるラライアマンディが G レコでね、ほら最初喋れないから G って言ってた。それを真似しただけで、あの決して卑猥な言葉ではございません。しかもね、私ね、 G レコ途中までね頑張って見てたんだけど、あのね2回ぐらい飛ばして、次見たらね、いきなり饒舌にさ、ラライアマンディ喋り始めたから、え、何俺話どんだけ飛ばしたのと。ついこの間までラライアさ G しか言ってなかったじゃんって。あ、そう、お、そうそうそう、つかめプライド、つかめサクセス、元気の G は始まりの G。 あ、これがあるだけでね、ガンダム要素が増えてきた。え、ほんと？G のレコンギスター。はい、世界は四角くないんだから、プシッ。もうさ、宇宙海賊なんてよしなさいよ。はい、とりあえず私の知ってる G レコ知識。そうだよ、だからパラパラ踊れよって感じだよね。もう自分で気づくようになると、もう、ね、誰もさ突っ込んでくんないんだもん、踊ってねえじゃんとか。部長が踊らないことをみんな知ってるからさ、踊るよ、踊る。山田さんごめんなさい、あ、落ちる、がそろそろ終わりそうです。はい、かしこまってでございます。僕はここで、はい、じゃあどうもね、バナさんありがとうございました。はい、じゃあまたいつでもね。トラかかったら来たかったわけだったんで、もうよかったっす。あ、本当ですか、またいつでも来てね。はい、じゃあお疲れ様でした。はい、はい、どうも。え、 G セルフ意味深もは私もこれ思ってました。 G セルフね、そうそう、なんだっけ。でもさ、私が一番意味深だと思ったのは、あのね、あれですよ、そのエンディングの2番目の曲のタイトル、歌詞でさ、なんだ、リアルは地獄、リアルイズヘルみたいなこと言うでしょ。あそこが一番、わらび、あ、寝る、あ、わらびさんお休み。はい、私リアルは地獄、あ、どっかから降ってきた。おそらくそこに寝てるだけの存在ではなかったもんね。さすがに踊りますよ、踊る、そう。私これね、入れた覚えなかったけど、こうね、赤ちゃんがついにね目覚めた。赤ちゃん大地に立つ、ててて ーん。じゃ、今のが初代ガンダムのあのタイトル言うとこの音だって誰もわかんねえから。降ってきた、そう、降ってきました。私がやった覚えないけど、え、誰も SM なんとかって入れてないよね。ということは、つまり、ね、ペドさん、ペドちゃん、いや違うよ、あ、赤ちゃんプレイしてきたさんが、長えよ。赤ちゃんがやってくれた。赤ちゃんがやってくれたって相当なんか謎枠なんだけど、赤ちゃんって VR やっていいんだっけ。まあいいや。はい、じゃあ健康のためまあいいや、赤ちゃんだって踊れるから、そう、見せつけていこうぜ。赤さんだけの子、うん、そう、赤さんです。赤ちゃんちゃん付けなんてちょっと慣れられしいよ。赤さん、じゃあ行きます。つまりレッドってこと、レッド。レッドさん、
なんとかレッド。あ、これちゃんとあの、あ、イニャバ君の買った SCB にも入ってるやつ。神風ってこんなに古かったんだって思うぐらい古いっすよね。で原曲が遅すぎるし。ラッキング外れ気味だけど、ベイベー出た、赤ちゃんだからね。バブ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 、はい、この踊るたびにね、ペドさんのケツを見ることになる。ペドさんがケツを出してるからさ。ペドさんというか赤ちゃんプレイしてきたさんだけど。ケツ出さなくていいんだよ、そんな言ったからってケツ出さなくていいから。私もケツを見せてるよ。見せつけ、ほら見せつけるなって竹野さんに言われてんじもうね、前傾姿勢なんですよね。下から覗くようなアングルなんですけど。あ、これね、あの聞いたことあると思う。あれマックスが昔歌ってた。こっちはね、安室奈美恵だよ。カバー曲歌ってましたね。だから聞いたことあるかも。あとね、なんかビートマニアとかにもたまにユーロビート普通に入ってくから、そこもあるかも。なんでかソリッドゴールドとか入ってますよね。なんでその選曲がわかんないんだけど。あ、リュウイさんだ。お、いらっしゃい。いいか、リュウイさん来たから下ネタダメだぞ。あ、いらっしゃい。あ、なんでがっかりしてんの。はい、いらっしゃい。はい、ちょっと下がるね。なんかね、あのね、あの VVTV のね、アデリーさんがコメントくれたんで、そこに残してます。あ、コミフォローありがとうございます。
そう、もうリグリスさんというか姫ちゃんなのだ、あの時の姫ちゃんなのだの可愛さはすごかったですマジで誰か分かんなかったし、ね、スナックラムダに来てくれたんですけど、そう、え、そうだったの。このアバターやっぱり可愛いと思いますよ。そう、別に普段のリグリさんも可愛いけどこれも可愛いわ。はい、ノンストップメガミックス6でした。どうもありがとうございます。わーい、暑い暑い。いやー、今日リグリスさん今日暑くないっすか今日めったくそ暑くない？暑い。あ、大丈夫、元気？暑くない、全然。タケノコ、お、タケノコさんがノーガンにかけてるのだ。ガンガンに今かけてる。あ、冷房かけてるのだ。あー、すごい、今姫ちゃんの可愛い声聞きました。今あの冷房かけてガンガンにかけてるって。私ももっと温度下げる。もう今もう全言撤回しませんよ。ちょっと待って、ラムダさんさ、よく考えたら12月の時点でさ、もうすでにクーラーかけていいですかって大体言うよね。もう今何月だよって感じではあるんだけど、このままいくとさ、8月ぐらいにはさ、あの体中にクーラー巻いてないと生きていけないんじゃないか、この人クーラー巻いて生きるっていうよくわからない表現にしましたけど、ちょっとあの、お、あ、炭酸さんが切った。あ、やばい、え、もう出ちゃった。あ、何の話か、ごめんなさい、何でもないです、何でもないです、何もしてないよ私は。ちょっと待って、とりあえずドリンクを飲みつつ。はい、いらっしゃい。ちょっと待って、あのクーラー、あの下げれる限界点が17度なんだけど、17度にも、さっき18度だったのを今17度にしました。これでもうこれ以上うちの冷房は不可能。てか多分ね、クーラー掃除した方がいいね、これ。炭酸さん、あ、ようこそ。炭酸さん来てくれたら初めてだよね、多分。じゃパラパラブちょっとやって。初めてだね。ですよね。ただ私はいつも炭酸さんのツイッターは見てるんですよ常に監視してるから。監視おかしいじゃだって炭酸さんのツイッターマジでさいや、まあいいや、あのマジで何なのかはちょっと待って、ちょっとね、ペドさんもそこでなんか受け入れ、もう炭酸さんが来たからその受け入れスタイルになったのかよくわかんないけどここに来いよみたいな感じいいよ来いよみたいなスタイルだ。あちょっと待って、おぎゃちょっと待って、炭酸さんが召し上がっちゃうの。ちょっと待って、違うよ、これは愛だから。ちょっと違う。あ、じゃあ、まあ、炭酸さんのケツ見えてるやだ、もうエッチーの、のび太さんのエッチのび太さんのエッチーじゃ。仕方ない、弟白つづり、あ、お客様困りますあ、いけません。そう、愛なら仕方ない。お客様、あ、いけません。で、あ、お客様、違う違う、だからそういうプレイをするお店ではございませんほらもうね、ほら横でリグリスさんがさ、ほらね、エアダンスしてるじゃんね、踊る。あ、ちょ、だからちょっとピーピー、ここはやばい、ここはやばい。あのね、目線と、あとね、黒いあれが必要。あのほら、あのよくあるじゃん、あの黒、ちょ、まず隠しきれてないくそー、もうアデリーさんで隠すしか
私で、私じゃないよ、アデリーさんで隠さなきゃ。違う違う、アデリーさんの扱いが、扱いがダメダメで、怒られる怒られる、まずいまずいまずい、 NHK だし、 NHK 敵に回すことになる、まずい。お、炭酸さん、なかなかいい、可愛いらしいアバターありますね。あ、ちょっと待って、炭酸さんもちょっと何、2人してさ、ちょっとあれですよ。じゃあ、メガハート、え、マジメガハート同盟、ちょっと何やってんのそこ、まずいまずい、ちょっと違う、ちょっとちょっとあれだね、リグリスさん、ちょっとうちら踊ろっか、ね、リグリスさんは、リグリスさんはリグリスさんでちょっと自分の可愛さアピールしてるし、ちょっとこれはもうちょっとどうしたらいいか分からなくなってきた。部長はね、あの右のね、あのね、ただれたところに、右、あ、みんなから見て左かもだけどね、あのただれたところに参戦したくないし、左のようにリグリスさんのように踊りたいんだけどね、なんかこれを見過ごしていいのかもわからない。部長はどうしたらいいでしょうか。あ、こうアンケート一体ね、アンケ機能の使い方が分かんないんだ部長アンケ取ってみたいんだけど、ちょっと待って、アンケ機能あるっけ、ちょっと一回試しに取ってみたいんだけど、私と使えるはずなんだよな、レベル的に。ちょっと待って、使えないかもだけど、ちょっと使えるかどうかだけ見せて、あのちょっと待って、プレイを続行しないでないけど、もう分かんないけど、あれなんか、アンケ、 あったあるんじゃん、 あった。じゃあ、OK。じゃあ、質問文、部長はどうすべきか。ちょっとアンケート取ってみるね。じゃあ、1、ただれた、行為に身を寄せる。リグリさんと踊る。あと、待って、これ二択なのかな。防寒。オッケー。あ、間違えた。防寒の字が違う。あ、オッケー。じゃあ、今からアンケートいくよ。オッケー。みんな答えて。あ、出題された？待って、今アンケート出た？アンケート今出てんの？今出てある？一瞬出て消えた。なんだこれ、あのね、表示みんなには見えてないコメントだよって。あ、今度これあれか、もしかして言っちゃいけない行為がアンケートに入ってたってこと。ちょっと待って、今は出てない、タケノコ。ちょっとじゃあもう一回出してみるね。いや、私も出したことないんですよ、アンケート。ちょっと試しにテストでやってみたいから、ちょっと待ってね、これで出るかな。あ、出た。あ、できた。はい、今出てる。あ、アンケート出てる。答えて、みんな。タケノコ。はーい。どうでしょうか。これ3択しかないんですけど。1、ただれた行為に身を寄せる。2、リグリスさんと踊る。3、傍観する。みんなの、初めてアンケート使ったんだけど、これ。使えんじゃん、私。じゃあ、ちょっと何、適当にこれどうすればいいの、締めればいいの、アンケートの。あれ、締め切り結果を表示って書いてあるから、ボケ勝利するとペア500500の分析に失敗しました。何、あ、回答今出してみたんですけど、50%、 ただれた行為に身を寄せる 50%、 リグリスさんと踊る 50%、 傍観する 0% なんで、今ね拮抗してんですけど、ちょっと待って、こう行動できなくなっちゃったじゃん。うわー、割れたっていうか、じゃあこれ答えてくれた人2人なのか。ちょっとマジ、もう一回やる。ボケ勝利するとペア500500の分析に失敗しました。ただれた行為しながら踊るタケノコ。踊れんのマジで。ちょっともう一回出してみたよ。ちょっと待って、すぐじゃあ閉じてみるね。わかんない、この仕組みがよくわかんないから、試しにもう一回、じゃあ閉じてみます。はーい。そういう踊る弟、あ、リグリスさんと踊るが勝った。勝った。あのね、リグリスさんと踊るが 62.5% でトップです。 OK。 はい、アンケートが終了しました。アンケート終了。踊ります。ただれた声に見合わせる30何パーだったから、はい、負けました。ダメです。はい、みんなじゃないや、炭酸さんと、ちょっともうね、炭酸さんももう出ちゃったでしょ。はい、何がとは言っていないよ。何がとは言っていないからね。だから、あのさ、西川愛さんの許可が下りたからっつったって、やりすぎたっていうこともあるかもしれないから、ワンちゃん。後で怒られるかもしれないから。
まあ、いや、西かわいいさんは世界一かわいいから、あのね、多分大丈夫だと思うけど、あの、はい、ちょっとなんで、私、笑いながらこれ言っちゃいけないような気がしたけど、とりあえず、はい、じゃあ、大丈夫、大丈夫、大丈夫ですから。私が言えるのは大丈夫っていう言葉のみなのか。はい、じゃあ、踊ります。いいか、踊り子のみんな、いいかい、踊り子ってちなみに私の地元の方で走ってる電車の名前ね。それはどうでもいいんだけど。はい。今のでちょっとラムダさんの実家が分かっちゃったかもしれないけど。はい。で、まあ、それはいいとして。民意が示された。わら、たけのこ。そう。民意が示されました。あの、踊れよっていう。はい。踊ろうね。みんなして踊ろうね。185系踊り子と聞いて、スペイン人。あ、じゃ、なんでスペイン人さ、さ、急、あ、あ、あれだ。電車、アイコンに電車がある。まさか、てっちゃん。マジ？ちょっと待って、踊り子ですよ、踊り子で行けるとこにあるよ、確かにね、まあ、静岡県のどっか。はい、もう察して。駅いっぱいあるからわかんないよ、まあその辺にありますっていうだけです。はい、よいしょ、そのルートにある。まあ実家帰るときは踊り子乗ってます。はい、スーパービュー踊り子にね。スーパービュー踊り子全席指定だからね。マジでマジで誰の役にも立たない知識なんですけど。じゃあ行くよ。ちょっと待って。リグリスさんのエアーモンキーダンス。キン、キン、キン、ゲイナーみたいな感じになってるけど。キン、キン、キング、ゲイナー。あ、ごめんなさい。これね、わかんない。どっち系かわかんないけど、とりあえずスーパービュー踊り子です。はい。じゃあ行くよ。いい？あの、炭酸さんが踊ってるとこそれは見たことないな。って、だから、炭酸さん自体ここに来るの初めてだと思うけど。ね、踊りをじゃあ、あの後ろに映ってる映像に合わせて、後ろを見て踊るんじゃなくて、鏡モニターに映ってるね、ラムダさんを見ながら踊るとなんかちょうどいいと思いますので。あ、ちなみに炭酸さん、これ音入れました？音聞こえるようにしました？あ、した？じゃあ、じゃあ行くよ。高い建てのやつ乗りたい。今日も新宿で見てきた。タケノコ。あ、2階建てのやつありますね。あ、ぜひね、乗ってみてください。快適ですよ、スーパービュー踊り子、マジで。どんこでも帰りたくない、帰りたくないから。はい、まあ、じゃあ行きます。部長はね、ピッピ持ってからが長いってよく言われるんで。とりあえずちゃんと踊る。え、何、何、かわいいポーズ。え、ちょっと待って、リグリさん固まってる？え、大丈夫？あ、あ、びっくりした、固まってるのかと思った。かわいいポーズだったから。ユーロビート、ユーロビート、ユーロ、私ね、ユーロビー好きなんですよ。なんかマッハさんあんまそうでもなかったけど、私はこの曲が好きなの。振りはちょっとね、簡単だけど。いいように、これ部長のご利用しで入れたから。私これめっちゃ好きだよ。先行で親指が立ってないのはVR コントローラーの都合なので、親指立ってると思ってください。苦心してこう踊ってます。あ、なんかあるんすか、置き換えられるんだ。あらわ、まあそうだね、踊り子って割とたまに置き換えが発生するからね。昔ね、静岡県もね、ってか出雲ね、あのご当地アニメみたいなのを作ってた頃があって、あの夏色奇跡っていうんだけど、大こけしたからね、なかったことにされたんですけど。ね、ガルパンみたいにヒットしてたらさ、あの夏色奇跡ラッピング電車とかになったんだろうなって思う。そうなんだ。あ、マジっすか。あ、ナゼル奇跡知ってます。お、それはすごい。曲名にユーロビート入るね。赤ちゃん踊ってる。あ、炭酸さんも結構やってくれてる。あ、うまい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 。いい感じですよ。曲名にユーロビート入るの私も好きかも。リスントユーロビートとか。This is the Euro B. お
ほう、モノレール廃止、マジ、あら、悲しいですね。うちの住んでる近くにもモノレールあるけど、やばい、てっちゃん同士の会話が同士ではないんだろうけど、私さ、あんまりさ、バーチャルキャストの中でさ、てっちゃんの人見たことないから、てっちゃん枠立てたらもしかしたらワンチャンあるかもしれないですよ。電車得意系 VTuber です、私見たことないからあ、でもね、実は知ってるって人多いのかな。実はだってパラパラ踊ってる人だって私のまではいなかったわけだから、そう、ワンちゃんそれで制覇、世界を制覇すること。モノレール結構ね、ただね、モノレールあれなんですよね、学校学校すんだよね、羽田空港のやつあ、なんかさ、設置目 なんだろうね、ゆりかもめだったらね結構スムーズじゃん。めちゃくちゃさ、あの軌道のところのさ、学校すんのよ、あれがちょっとなんでって思う。ケツに優しくない？そう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 、すごくね不安になる、あれ動いてると大丈夫かよって思う。しかも高いし、いや物理的にケツ痛くなりますよこれね、いろんなとあれかも、カバーバージョンかも、赤いハートビート、あ、ちなみにイニディを見てたらイニディで流れてます。これイニディを見たことがない人は GT 選手権でこれ使われてるから、 GT 選手権見てた人は知ってるかも。あとね、パッションっていう女性グループが歌っカバーバージョン歌った、その時赤いハートビートとかいう謎の言葉になってた。赤いハービーおおおって私それ持ってるよやばい、足のトラックが今外れてました。あのペドさんのなんでそう今サービスカットになったんですけど、あ、はい、和骨です。お、みえちゃんいらっしゃい。お、やゆ、いよいよパラパラっぽくなってきたぞ。いや、さっきからやってるけど、はい、いらっしゃい。もうね、リグリスさんにミヤエちゃんが来たら、もうこれは炭酸さん、あ、炭酸さん何、もういっぱいいっぱいになってる、ちょっと待ってやっぱね、初心者の方にこれはちょっときつかったか。カバーしたの逆、あ、逆なんすかって、あ、そうなのか。あ、可愛いムーブするのに体力使うってこと。あの、ジョンコさんもそれ言ってた。ジョンコさん腰痛が治んないって可愛いムーブしすぎて幼女だからゴジラ GO です。スーパースーパーダンスの方がまだねパラブにないっていうそれだから、このネタが分かるの私とかしか分かんない。私でもスーパースパーダンスは踊れたはずだから、多分すぐ踊れると思いますけどね、踊ろうと思えば。まあ皆さんの思ってる振りではないかもだけど。
はい、ノンストップメガミックスフィフスでした。どうもありがとうございます。イエーイ。ちょっと待って、あのちょっとこのじゃあ G はあのちょっともうあの のけとこ人も増えたし、これは のけないよ。あのみやちゃん、さっきさアデリーさんが来てさ、あのねアデリーさんね、今日のね19時半からね NHK でアデリーさん出るそうですよ。すごいね。ペンギンのね特集があるんだって。あ、なんかあの炭酸さん、え、どうしたの？あ、もう出た。もう出たじゃない。もう出す気力もなくなっちゃったかもしれないけど、何がとは言ってないからね。はい。炭酸さん、ちょっとピクンピクンしてんだけど、大丈夫ですか？これ、痙攣してるよ。大丈夫？これね、あの、ちょっとビクビクしてるけど、あの、まな板の上の鯉みたいになってるけど。あ、おちょっともうほら、そんな炭酸さんをさ、あの決してあの許あのね倒れてるだけなんて許さねえよって。ああ、テーテー、あわあ、テーテーオフロックやだけめヒゲアは V6 のために書いた曲を後からデイブがセルフカバーしたってパターン、オタク特有の早口会だの子。あ、これ聞きました。なんかあのなんかいろいろ諸説あって、いろんな人がいろんなこと言うんですけど、なんかデイブが最初はあのなんかね、デイブがそのね V6 のために書いたんだけど、 V6 よりも先にこの曲はすげえいい曲だから俺が歌うって言って、先にテイクミハヤを歌いも出したみたいな、そんな話聞いたんだけど。デイブお前どんだけ自分の曲好きだしみたいな。で私は聞いた。それネタかもね。あの正解な知識は私はちょっとあんまり分かんないんですけど、ウィキペディアかなんかで読んだなそれ。はい、あもしくはね、ユーロマニアの私の友人がそれ意気揚々と語ってた。デイブ・ロジャース好きだからそいつ。ちょ待って、チチクリ合ってる場合じゃないんだよな。はい、じゃあ踊るよ。あ、炭酸さんを復活させないといけない。死んでる。ちょっと炭酸さん死んでんじゃん。炭酸さん生きてデイブだからね、しょうがないね。そうですね、デイブ。あとなんかマッハさんはデイブのね、あのギターがすごい嫌いだって言って、私も嫌いです、ごめんなさい。嫌いつうかさ、ねじ込んでくるのが嫌なの。急に ギターソロになるじゃん。あれが嫌いです。はい、お炭酸さんが蘇った。蘇る炭酸。はい、よみがあ、ちょっと待って、あの蘇ってるように見えてさ、あの浮いてるんで、浮いて、じゃまずい、あのそれつままれマスコットになってる、あのみやちゃんがたまになるやつの強力バージョンみたいになってる。飛んでる。あのさ、後ろから見るとさ、ケツ丸見えなんで。ちょっと集中できませんから。あ、空と飛んでる。まずい、飛行型だ、飛行ユニットだ。うわ、タケノコ。空飛ぶことが可能だ。じゃあ私は、え、何、もう疲れたから、え、ちょっと休め。ああ、見学いいっすよ。あ、座って、お座りしてて、あ、じゃあ、あのお客さんをあれですよ、あの喜ばせてあげてください。じゃ あ、 あのその辺で。はい、はい、ペドさんはね今ね踊らないように見えるでしょう。この人ね体力無尽蔵にあるから実は踊れるんだよ。あのね、かかった瞬間から起動するから大丈夫。じゃあ入れるよ。休憩ですか、宿泊ですか。宿泊違う。スペイン人休憩ですかって、だからそういうお店じゃございません。浮遊感出てますね。あのまあスペースラブだし、次ね浮遊感も出るよ。あのふわーんって感じしてるから、よし、じゃあ行くぜ。あの炭酸さんはちょっとそこで見守っていてください。あのダメだよ、出しちゃまだあのね許可出てませんからね。あの炭酸さんはそれ許可す、あの管理してほしいタイプだから、あのツイッターを見る限りでは。で管理されてにもかかわらずね出ちゃうんだよね。何がとは言ってませんから、私は。はい、あの謎に満ちたトークでした。これ金田一少年にしか解けない謎。はい、じゃあ行きます。あ、もしくは名探偵コナンね。はい、じゃあ行きます。もう初っ端からアヘ顔になってるんですけど。そこの、 あの赤ちゃんプレイしてきたさん。我々 VMF のために死ぬほど練習したからね。あ、スペースラブいいっすよね。
私ファストウェイがマジで好きだから最高に好きですこれ。あ、でもね、ヤング&ワイルドが好きなんですよって言ったらマハさんとそれねすごく、ね、共感してくれて、だからね私のね、あの曲目の中になぜかマニアックなねヤング&ワイルド入ってるんですけど、普通にあのパラブのなんでか入ってるのね。それは私とマハさんが好きだからよ、それだけの理由。他の人知らないんだけどヤング&ワイルド。私ユーロマッハで聞いた時からずっとヤング&ワイルド好きだったんですけど、誰もね分かってくれなかったんですけど、なんであんないい曲があって。そうそうそう、ガッツビーヤンガワイボーをたくさんいらっしゃい、一回りしてきた。ただいま。おかえり。また茶菓子に戻ってきたよ。そう、真面目に踊ってますよ。あれだね、あのリグイさん今いらっしゃるけど、私リグイさんのさあのツイッター見てたらさ、ヘッダー画像はタグオルタさんに作ってもらいましたって。何にタグさんが作ったんだねあれ。知らなかった、ツイッターのヘッダー。え、作ったの？え、多分タグさんが作ったなんかリグイさんの画像を使ってるんじゃないの。私そう書いてあったから、え、これタグさん作ったんだと思って。リグイさんのツイッター見てみ。もう見てるわ。めんどくさくなったわ。え、なんで？そう、作った俺だ、たくさん作ってんじゃんと思って、そうそうそう、さりげなく書いてあったから。なんで私の上にこうさ、あのキャラクターの MMO のキャラクターネームみたいになってるの。違う。偽物だそれは。私じゃないから。こっちだから。VR チャットの、あの頭の上にあるやつみたいな。あ、ちょっとなんで融合を果たしてるの。ちゃんと顔のとこだけ合わせるのやめて。はい、それはちゃんと俺を踊って見てるから。これはカップから見た目と声が一致しないバーチャルキャスタータゴルタです。ちょっと待って。でもソーラムシ踊ってないから偽物って思われると思うけど。別に前の前のソーラムシ踊ってるわけじゃないだそうだね。いやこれじゃわざとじゃなくて、あの振りの中で掴むやつがあったから。よくあるんです。それ破壊してしまった。これがマクロシのやることかよ。そんなひどいことしたかな。私だ、ね、パラパラってさグーにするから掴みたくなくてもキャッチしちゃうことあるんだって。謎のこういうところに。掴みたくないだって。しょうがないの。固定しとかないと無理。このアイコン掴みたくないって。違う、そうやって普通さ踊りながらアイコン掴まねえから。あ、ユアマパはいい曲。掴みたくないって。掴みたくない、誰のでも掴んじゃダメでしょ。
れくらいだったら普通の大きさに見えるそうっすあ、竹の子さんやっぱり大好きな岩マッパが、あ、岩マッパいい曲、あ、岩マッパいい曲、あ、もしかしてハイボールおじさん、もしかしてマッハさんかもしんないけど二択なんだよな、この曲に過剰反応する方が。あのさ、俺のポジションサンサンに取られてて、俺どうしようかなって今考えてる。あ、いいよいいよ、あの、じゃあ俺真ん中行くから、あの、みんな踊れるから、それいいよ。あ、そういう意味じゃない。あ、じゃなくて、あ、ね、寝るっていうこと反対側に行けばいいじゃん、リグリスさんの横あ、パシ君どうも。両端からさ、プレッシャーかければ踊らないぞっていう強い意志を。これリグリさんだったか。リグリさんなんだよそれ。あー、確かになんかミヤちゃんっぽいけどね。でもミヤちゃんはミヤちゃんでそこにいるからタブルさんが俺に寝ろって言うんだったら寝るかいいよ寝ていいよ宿泊どころタグタグ亭じゃないけど寝ていいですどうぞパラパラブですけどあ、二人で炭酸さんと見てるすっごい見てるんですけど炭酸しないより俺の方が高さがあるからちょうどいいな。なるほど。位置的に。あ、オルタナ寝て、いや、オルタさん寝てますよ、そう。そうだよ。これオルタナじゃないんだよ。オルタナさんって、オルタナさんっていう覚え方は間違ってる。タグオルタさんだから。オルタナって言うだから。そう。そう。何がオルタナでもいいのかなって思わせといて、ダメなの。そう。宿泊は集中。そんな、だ宿泊程度じゃないから、ここは。飛んでる親方空から女の子が降ってはないんだよ降ってはない静止状態あリグリさんが静止状態になった抜けたないやなんかねさっきねなったけど戻ってきたよあれダメかなこれ隠してもらえないとこれまでがどれだからあ、リグさんやっぱダメだったか。通信障害。ちょっと私の名前で隠さなきゃだったね。あ、でももうちょっと消えてしまったんで。はい、これがマジックです。はい。はい、じゃない。人体消失マジックしました。はい、あの、ででででででんででんでんでん。ちょっと待って。はい、ありがとうございます。はい、またこれがね、ミスターラムックの超魔術。ちょ、な、何、あ、ちょ、違う、スカートいじってんじゃないよ。何やってんの。ちょこらこらこら。ハンドパワー竹の子あこの寝てるポーズだとさマイクビュートボードが押しちゃうんだよねあバイブプロだからバイブプロだから耳んとこにあるからね、うん、そうだね諦めよドゥ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 ンドゥドゥンドゥンドゥンこれハンドパワーですちなみにねあのねどうでもいい知識今年のね八景島シーパラダイスのねイメージキャラクターはミスターマリックですドゥ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 ンドゥドゥン本当にどうでもいい知識どうでもいいね、カンコレでね、あの八景島シーパラダイス、ね、あの随雲の、ね、コラボイベントやってたからね、行った人は知ってるはず、あの行ってない人は知らない。で、知らなくていいです。ちょっと待って、リグリスさん待ちだから、ウェイティングリグリス。はい、だから、まあ、まあ、雑談でもして、あ、ちょ、あ、なに、あ、な、あ、愛ゆえに、愛が高まりすぎて、なに、もうこれ、殺せば、一生私のものみたいな。危ねえ。あ、見ました竹の子さんマリックコラボねしかもさあれだよねあの八景島シーパラ温度シーパラ温度だよねシーパラ温度でどんのこのみたいな時でそれくるのはまずいてかミスターマリックのはさあのあやばいああっとうとう犠牲の名のもとにやばい死んじゃうああ行ってしまったわあついに焦点あれですかあこれあれやんなきゃあれやんなきゃあ、でもアバターが違う新幽体離脱ってやりたかったけど違うじゃんアバターがだから別にただ横に立っただけだったんですけどすいませんやりたかったのおい見てみろよ綺麗な寝顔だろ寝てるんだべこれ
あ、死んでなかった。よかった。寝てるんだよ、これ。寝てるだけか。大丈夫。なら、ならいける。そして、次にユーロビッチ。おい、大統領。どうして現場で血が流れるんだ。ちょっと、あれ、答えてくださいさん。あ、珍しい。初めて聞いたかも、タグさんの。タグさんの踊る大捜査線、初めて聞いたかもしれませんけど。ね、ちょっと、今どうだった。バーチャルキャストに青島が来たー。やべえ、織田裕二来たんだけど、ここに。初めて人がそれ言ってんの聞いたわ。ありがとうございます。バーバラのダンスを生で見られるなんて。急に言われてよかったー。それ知ってる。陸上かなんかのやつ。これ正しくは織田裕二のマネじゃなくてね、あの、うん、織田裕二を真似している山本貴弘のマネなんで、ね、あー、あのモノマネをよくやってる人ね、うん、あ、いるね、確かに。あ、そうそうそう、織田裕二をモノマネしてる人、ね、スペイン人。あ、山本貴弘っていうコメント来たわ。確かに織田裕二の声真似じゃないんで、山本貴弘の声真似なんで。なるほどね、あるあるある。俺もさ、カイジの真似じゃなくて、これはめでて伊藤の真似っていうことにしてのカイジの真似したりするから、そういう感じでいいと思います。はい、よしよし、キンキンに冷えてやがるみたいな、まあ、それはいいとして、うん、あ、またちょっとほら、え、何そこ、え、アバター、生のビールがキンキンに冷えてる。アバター急に言われてただうるさいからね、これやるの。あ、まあ、あ、そうね、リアル事情あるよね。え、あ、当然ローと V なんとかリレー事情は関係ない、単純にこう、うん、バーチャルキャストうるさいから。あ、そういうこと。あ、なるほど。あ、人のことを考えてる。これがね、あの枠主でもあり筒主でもあるところのタグさんです。やっぱ目薬さして。おいおい、ラムダさん、ケツからお芋出すなよ。え、ちょっと待って、私から生まれたのこれ。え、私から生まれ、ちょっと待って、ちょ、それを出されてもさ、どうしたいの。うんちーみたいなこと。こらこらお前がコロだよ。いやでもさ、お前がコロだよ。2時半にさ、まあ30超えたおっさんがうんちーって言ってぐらいだったら別に良くない、良くない。違えよ、お芋に失礼だわお前。あ、ごめんなさい。お、もう世界のお芋に、あの、誠に申し訳ございませんでした。あの、お芋さんなのに、そう、食べることができるのにね、あ、食物連鎖、あ、連鎖関係ね、あ、食物なのに。食物、そうだよ、それに例えるのが完全にアウトだ。いや、じゃあ私のお尻から出したって言ったから、あの、あ、じゃあお詫びに召し上がります。あ、あ、うますぎる。あー、あー、ごめん。から生まれたさつまいも、そうだよ、あのね、さつまいも食ってないけど、食ってないけど、え、ちゃんと食えよ。食べて、あのね、微笑に食べて、あーん、ほら、おおお、ちゃんと残さず食えよ。あーん、おお、ちょっとなんかディレイがあったけど消えた。ディレイがあったけど食べることができた。芋食べましたよ。そうだよ、あのね、薩摩を救ったのはね、あれだよ、飢饉から救ったのはあれだからね、薩摩芋だからね。そうだよ、なんか唐突に言い出すんですよ、そんな知識。はい、なんだと。そうだ、ことかい、それがないと。またバウアー捜査官が現れたけど。よし、じゃあ本当に里芋へ。しかもさ、芋ってさ、薩摩を救ったのか。芋、そう、薩摩を救ったんだ。薩摩はこれがなければ飢饉で死んでいただろう。里芋って言ったんだけど、ね、さつまいも、里芋はどうだろうね。里芋って、里芋はね、ちょっとネバネバ、ちょっと、何してちょっと、ダメだ、そんなことやっててタグさんにバレたらまずいから、まあ、ダメだ、そこそこ、ちょっと何してんの。芋を、腹にさつまいも刺すなよ。さつまいもを何だと思って心得ているのですか。食べ物で遊ぶな、遊んではいけない、食べ物は食べるものですよ。そうだ、遊ぶなら椅子で遊べ。そうです、あの、これでちょっと待って、ほら、どまたほらアンケート、あ、私アンケート機能の使い方が分かったからさ、アンケート気軽に取れるんだけど、なんかでもここで今アンケート取るほどのことはないなと思った。まあ、じゃあ、あの、たまに定期的に取ろうか、踊るべき踊らないべきっていうアンケート取ってみようか。ちょっと、あの、ラムダさんは踊るべき踊らないべきってアンケート取ってみるね。ちょっと使い方覚えたから使いたいっていうだけなんですけど、ラムダさんは、部長はどうするべきか、え、なんか、あ、それ入れてしまった、マジか、じゃあ12分頑張るか。え、ちょっともう流れてんだけど。あの、部長のアンケート取る暇なかったね。じゃあ踊る、よし、踊るか。じゃあ、そうそう、マスコントローラー1個。じゃあ
差し合ってるけど。お、ちょっと逃がさないで。マジか、ちょっと待って。あっちだ、こっちだった。ちょっとね、身がりが、ちょっと待って、あのいなくなっちゃうみたいなんで、ちょっと待って、あのそうカメラにね、ミヤちゃんをアピールしたいの分かるけどさ、ダメだね、ちょっとじゃあほら、炭酸さんとちゃんと俺のこと取らないと。あ、ちょっと、あ、もうほら、まあいい、出たがる。ちょっと待ってて、タグさんの写真は死ぬほど撮ってるから、ちょっと炭酸さん初めてだから、ちょっとほら、ちょっと待って、あ、もうね、みんなには分かんないかもだけどね、ドアップのタグさんのあのフェイスが、今ね、あのカメラにね、満点光になってますよ。ちょっとだ、あーじゃないの。あらやだじゃない。明らかにわざと、あ、炭酸さん、お、ちょっと待って、炭酸さんも、ね、これやっていいんだ、みたいな。あら、かわいい。ちょ、これもこれ撮っとこうか。ちょっと撮りたかったけど、あのね、ピッピが届かなかったんですけど、あの、おいいね、いいね、いいね。ドアップじゃん。炭酸さん、ちょっと。芋のな。芋のドアップ。芋のドアップ、ダメ、飯してろ。飯ちょっと芋自体だから飯では飯あまあおいしいあうまいうまじゃあもうちょっとこっちうまいおいちーはいじゃあ行きますよはいチーズはいはいありがとうございますはい多分3枚取ったからねみやちゃんが、ね、目をつぶってないやつがあるはずちょっと待ってねあのねあのみやちゃんが目をつぶってるから全部取っちゃうかもしんねえだろちょっと今チェックするかああったオッケーオッケーちゃんとミヤちゃんの目が開いてるかがまず一番ねもう一つ隣のもう一つ隣のあ両方ちゃんとあの全員開いてるようにあな何あもう一つ隣のやつはさあのこのあいいのこれあのなんかどうもタグオルタさんという方の顔しか映ってないけどこれも飛ばしておこうあ飛んじゃったあ俺目閉じてるやん俺目閉じてるやんえそれ笑ってるだけでしょ何よな言いがかこれやっぱこれが当たり屋だよ当たり屋じゃねえけどあの言いがかりつけマンですよこっちょっと待ってはいこれちょっとこれ当たり屋超好きやねこれあこれはこれこれかなりのあ消された私のツイッターには残ってるんでねあの V パラブで検索はい検索じゃねえよよしあえ何ちょっと違うえなんか似て非なるものが出てきたえ何明らかにのじゃおじではないお疲れ様ありがとうなのじゃ検索うまいぞプシお疲れ様、はい、お疲れ様ですどうもありがとうございましたまたね気軽に来てねはい炭酸さんありがとうはい炭酸さんは去っていったちょっと何うまいうますぎるたけのこうまいうますぎるあタケノコ派なんですね。そう。今更じゃん。タケノコって名前なのに。これでキノコの、キノコ派。前を全部こう、俺のネタをこう取ってから。違う。味王様、どうしても、うまいって言ったら味王様しかないんで、ちょっと許してほしい。ずーっと俺のこう、声真似のネタを全部取るから。あれ声真似あったっけ味王様の。マジ私知らなかったんだけど。え、ちょっと待ってください。うますぎるあー、そうか。あ、ってか、そうか。アジオ様の声優ってそうかあ違うっけ誰だっけアジオ様スネークだよスネークあ普通スネークあそっちで知らんじゃあスネークので言いたかったのに撮ってしまいましたあ流しちゃったねこれね何分あるか知ってる12分だよよし頑張るぞ私の体が動いてることを祈ろう俺頑張るミヤちゃんのこと隠しちゃったミヤちゃん隠すなミヤちゃんを見たい人がカロリーメイトうますぎるってそれあれだよあのねタグさん本当にこれねカラオケで歌ってくれるからねカロリーメイトうますぎるってカロリーメイトうますぎるほら今言ってくれたありがとうございますカロリーメイトうますぎるタンサーさんがいないからもうこれで俺が休む出ても怒られないそうだね見学班でなかなくなってる VCR バグった
まずは、うん、歌が泣かない、本当だ泣かない、不思議ですね。見えないから見えないから私それ踊れないんだから、これちゃった。あ、メドサンさんがセンターを取ってる。踊れないなら俺みたいにこうそこら辺に練り歩いてればいいんだ。いやいいんだよ、いいんだよ、練習しながら真似するのも練習の一つだからいいんだって。なんとなく覚えていくもんだから、そうやって。これだけ練り歩いてもなんて恥ずかしいじゃないか。そんなみんなこれ踊れる人そんないないから、うん、あ、なんか喋ってる。あれなんか メドさん人間今喋ってなかった。いろんなネタがいろんなネタがこうごちゃごちゃ混ざってるんだって、ね、いや誰喋ってんだろうなって今思ったけど聞こえてた。喋ってんのあんたらよ。え、違う違う、なんかメドさん人形の声だったっていうのは気がするんだけど。全然違う。え、違う、絡めるとメドさんに。そうか、まあ、ちゃんと参考にして。みやちゃんもうかなり覚えてるね。ね、どうやって覚えてるわ。マジか、すごいやん。さすが。踊らないだけだ。なんというと写真撮るぞこれ。お、写真撮影班だ。あ、写真撮られた。まだにこう俺のマイスタジオレーザーポイント動かないんだけど。マジで？それなんかさバグっぽいよね。私もさ一回なったんだよ。なんだろう、インストールし直しても直んなかった。マジで？それバーチャルキャスト問い合わせだね。マジバグだね。レーザーポイントは出しっぱでこうインストールし直したからな。マジかよ。それすごいめんどくさいね。マジか。え、ミミ教授にとりあえず投げとけばいいんじゃない。教授じゃねえか、講師か。あ、サムナイトだとネコネコが一番好き。おー、ネコネコね、あの好評ですよ。リグリスさんもすごい好きだって言ってた、ね、だからリグリスさん戻ってこないな。あ、そういえば落ちっぱなしだ。なんか、致命的さんとこ行ってんのかな。あ、それかも。致命的な不具合でないんだった。 1週間、1年記念って言ってたし。あ、そうなんだ。だよ、なんと、もううちらももう半年以上やってはいるからな。そう、早いね。やっぱいるわ。マジか。ほうほうほう。俺が嘘つくわけないだろう。さすがだ。まあ、つくけど自分で認めてるやん。卵は買ってらっしゃる。卵？生子は分かってる。生子？生子。ブンブンのところ。お、ブンブンのところ？ああ、じゃあ今タケノコさんは多分あのそこがいいよっていうのが分かってるっていうことを言いたかったんだね。振りのいいところ。そう。ブーン。あ、これあれ絵文字だね。ミヤちゃんによって蹴散らされてて。あら、ミヤちゃんに。ミヤ、最近ラムダさんのミヤちゃん映ってる。
あ、竹の子さんの振りと違うんだ。ただね、こうペロさんね、何か元を見て踊ってるから、その元にしたビデオを見れば多分、あ、これ違うんだっていうのが分かると思いますね。ていうか全部マッハさんの指導を受けてるはずだくんで、マッハさん的にはこっちみたいですよ。俺マッハさんの指導受けてない。いや、私も最近全然受けてないけど。じゃあマッハさんは基本的にはあんま指導しないよ。ガチでやりたいっていう人だけにしかしないから。あ、そうなの。あ、勝手に選んで踊ったって感じ。あ、そうなんだ。でも結果見てるからちゃんと、あのマッハさんは最後に出来上がったやつも。俺のそんな武士見てもらってないんだけど。いや見てるよ。だって一緒に踊ってたはずだよ確か。困惑で一緒にソーラン武士踊った記憶があるよ、マッハさんとあのタグさんと一緒の枠の中で踊った。あ、そういう上げる前にみたいな、そんなの。うん、ね、確かそうだった気がする。ベルト新しく買い直さなきゃな、もうそろそろ。え、もうボロボロですか、ゆるい。いや、割れたっていう話をしたじゃない。あ、マジか。してないっけ。あれ、知らない。割れたの。ないか。ベルトのその通すところが割れちゃって、今ガム手で固定してるんだけど。それはまずいね。そうそう、やっぱどこも違和感があるんだよね、腰に。いや、そりゃそうだね、確かに。あ、腰ってバーチャルのこのね、あ、動きがちょっと違和感ある、ありありやんのね。そうそうそう、なるほど。まあ一回慣れるとそういうのあるよね。それだけチーストダンス音。いいいいの、ディスコなんてそんなもんだから。ディスコってちょっと古いんだよ。ディスコ古いだろ。クラブみたいなところってなんか音楽に合わせて体こうやって組み合わせていればいいか。クラブ。シングラー。おう。すごい、チラチラ 見える。さあ、見てるみんなもね、何分経ったかとか気にしなくていいよ。12分あるからね。もうだってアニメの半分あるよっていうぐらい、ポプテピピックの終わっちゃうよっていうぐらいあるから。3分。それっぽく動いたり、あ、そうですよね。そうそう、クラブでも大体そんな感じで踊れる人を見てなんとなくそれっぽくやってれば許されると思うよ。でも振りは覚えた方がかっこいいけど、そう、もちろん。場合によってはあれですもんね、踊れる人誰もいなくて誰の真似をしたらいいのか分かんないなんてことがこの間ニコ町で踊ってる時あったから。誰も振り知らないんですけどみたいな、それちょっとみんな困ってた。そう、あるあるね。 DJ がかけたくてかけちゃってる。あ、レンさんが、あ、なんてこった、まずい。メンドさんを敵に回しちゃいけない。そうそう、ね、かわいいかわいいメンドさんをそこに。あ、みんな振り違ったり。そうですね、振りが違うのはでもパターンがほら結構意外とあるから。あ、そこの面倒さ見えないよ、みんなから写真が邪魔で。お、やばい、すごい新距離やんけ。お、山田さん残り3分、面倒さんを蹴らずに踊り切れるか。どういうチャレンジャーなんだ。炎もチャレンジャーかなんか。炎のチャレンジャー誰も。山田さんちょっと離れた。あ、なに、私がチキン野郎だって。チキンだって。あの、こんなやったらあのマーティーマクフライジュニアぐらい俺怒るよ。チキン野郎。カンダムの向きをお願いします。あ、ちょ、マーティーマクフライ。バックスの選手ちげえじゃん。違う、バックトゥーザフューチャーだし。マジで12分投げない。すごい、曲が終わんねえ。ルカルカになりきって、この負け犬って言われちゃってるけど、ちょっとサーセン、罵倒されてきてる。サーセン、ナナナさんいらっしゃい。ナナさんに罵倒されてしまった。大丈夫、まだ倒してないもん。悲しい近距離保ってるじゃん。もうちょっと近づこうか俺。ほら、
あれマーティーがぶち切る。あ、負け犬でしたっけ？チキン野郎じゃなくて、あ、負け犬だったか。マーティーのネタだったね。どっちか忘れちゃった。あ、あんまり好きじゃねえのかみたいな。いや大好き。バックザフージャー大好きだけど、あ、チキン野郎じゃなかったっけ？負け犬か。忘れちゃった。どっちか。切れるワードがあることだけはわかる。ほらジョジョでジョウスケが髪型のことをバカにする切れるのと一緒。そう、あれと一緒。あ、なに、翻訳戸田夏子だっけ。戸田夏子だと違うみたいな。ちょっと待って、戸田夏子さんは別にバカにしてるわけじゃないよ。あ、報告ありがとうございます。終わった。12分経った。はい、メンドさんはここに、メンドさんここにいるよ、メンドさんここにいるよ。ほらいる。はい、ここにメンドさんも参戦してくれてありがとうございますって。今メンドさん、あ、なんかいる。あ、なんだ、何あれでかっ。ちょっと待って、後ろからさ、ミヤちゃんの頭の上からさ、何かがさ降ってきて、こうし、何かと思ったら巨大兵器なんだけど、何それ、ウェポン、このウェポン何？え、これマイクスタンドだけど。マイクでかっ、やばくね。それさ、なんかガンダムとかに出てくるさ、メガランチャーみたいなぐらいでかいんだけど、でかすぎでしょ。ちょっと待って、お水飲みたい。12分はやっぱ長えわ。ちょっとね、部長もいずれ頑張って覚えるから、その前にちょっとワンハンドレット、ワンハンドレット50覚えなきゃいけない。ありがとうございます。ワンハンドレット50覚えなきゃ明日。今日か。僕は覚える気ないけど、僕は覚えます。150回記念に150ってタイトルの歌をね、踊るって言ったから踊る。自分で言い出したけど。そうそうそう。あとね、そう、そろそろね、また新しい枠も立てたいんだよね。なんか企画じゃないんだけど、なんかそらスナック。あ、出た、150 150、かっこいいっすよね、めっちゃ150を。その後ね、180も聞いたんですけど、180めっちゃ渋いですね。180、あ、ネットリ系な感じみたいな。渋い、超渋いの。なんか渋い声だったら俺だって出せる。激渋だったからね。いや、あれはね、でもいい曲です、ね。そう、ダブル渋い。そう。ね、ほら、竹野さん分かってた。そう、渋い。俺だって出せるぞ。出せ、あ、知ってるよ。渋い声出るよね。そう、渋い。180。あ、まずい、ちょっと、ダメですよ、そんなとこに、かくまっては。ちょっと、かくまうって、別に何かから逃げてたわけじゃないけど。ちょっと待って、私ちょっと、ウォーターをドリンキンするから待って。お酒切れたから、マジでこれはウォーターです。別に偉くもなんともないけど。給水します。よし、俺戻ってないけど、給水しよう。どうぞどうぞ、水は大事。人間の体の何十パーセントかは水だかんね。ってうろ覚えじゃん。うろ覚えじゃんか。何パーセントなのかよく分かんなかったけど、まあ水だから。何パーセントだったっけ ?90% ぐらいじゃなかったっけ。70は確か地球の海の比率だっけ、そのぐらいだと思うけどね。90% ってやばい。結構あったよ。それぐらいなかったっけ、人間の。あれって。90% なの？え、わかんない。ちょっと、これ嘘だったらごめんね。でもね、ラムラさんの今ね、嘘知識かもしれないからさ。あ、100がやっぱ最高ですか、ナンバリングタイトルとしては。で、ナンバリングタイトルの歌っていくつあるんだろうね。100と。なんで、ちょっと、ナナさん遅いよ。で、今思い出したの。切れるフレーズ。思い出すか、もしくはググれば出てくる感じだとは思うけど、ググんないよ。もう絶対にググらない。キリッ。ただこれリスナーだったら私ね、即ググってるけどね。はい。ちょっと待って。あ、ミヤちゃんと同じポーズしてる。この腰抜け野郎とかそれ、あ、この腰抜け野郎。なるほど。あ、確かにそうかも。これをちょっと翻訳家のあれで違う可能性はありますね。三谷裕二さんがやってないパターンもあるからさ、ね、毒ってやつ、毒のとこかよ、だけかよみたいな感じだね。今、三谷裕二さんわかる？タッチの声だよ、タッチ。あ、それ、わかりづらい。とんがりの声。マンマーっ
って、違うよ、今決しておぎゃったわけじゃないよ。とんがりを表すのに一番端的な言葉はママだから。そうそうそう。あ、ワンオーとワンハンドルとフィスネオだろ。え、とんがりの声だよ、とんがりの声。え、違くない？違う、声優さんの話をしたの。三谷裕二さん、ほら。三谷裕二さん。お願いタッチタッチ。ここ綺麗な顔してんだろ、死んでるんだぜ。スネオは。うん。まあ、まあ、確かまんまって言うけど、スネオは。そうね、ポジション的にはそうだからね、あれと一緒だから。これ3曲なんですね、これ メモリアルソング。ただマッハさんからこの後にさ、ワンサウザントダラーみたいなのあるから1000番まではいけるよって言われた。いや、パラパラ文だけじゃなくて、あのね、バーチャルキャストでまだ1000回行ってる放送ないから、あ、無理です。あ、わっこつ、はい、どうも、わらわら、ね、はい、エビマルさん、どうも、わっこつありがとうございます。そうね、そう、これこれ、ワンサウザンドダラー、これこれあるって言われた。それはさすがにないよ。あ、そこまでいかないよ。私じゃそこまでいけるとは思ってない。まあでもわかんねえなって言いながらでも145回ぐらい、え、4回か、144回もやってるでしょ、こんな踊りを。振り払ってますね、笑、エビマル。振り払って、あ、まあちょっといろいろ振り払ってます。お、青いディスク今ちらっと見せた。あ、これ予告演出、もしかしてもうソーランがそろそろもう攻めてくるってこと？ソーラン来る？腰のベルト壊れ、ユーさんの体の中がディスクが、これが S、 あ、 NOS 症候群の症状の第何段階か分かんない、ひなみざわ症候群みたいな感じでしょ、レベル7ぐらい。あの、体からディスクが出てくる青いやつ。ちょっとやばい、それもう相当やばいじゃん。ミヤちゃんの体内に今あの隠されてるってこと？ちょっと待って、これセクハラじゃないよ、これ、あの、ちょっと言っとくけど、あの、あ、本当出てきた、出てきた、おい、ちょっと、ま、やばいよ、ミヤちゃんの体から。あ、ヤスさん、どうも、ユイース、ちょっと今誕生した。おお、どのミヤシさんノーリアクションやけど、生み出した。あ、これじゃああれじゃん、あのプッチ神父じゃん、ホワイトスネークじゃん。ホワイトスネーク方向できるじゃん。いや、ちょっと今って、今コメント、や、ヤスさんが完全に今、あ、じゃん、ホワイトスネークって今シンクロしたんですけど、やはりできていたか。あ、でね、うん、じゃねえ、すでに、すでにできていたなって言いながら。ディスクが、あ、こいつ頭の中からソーラン節出してる。わあ、これで私からソーラン節のエネルギーが奪われた、スタンドが奪われたんですけど。奪われたんですけどって、ソーラン節、別にラムダさんは心情とソーラン節踊れない方になってしまった。いや、またディスクを奪い返せば大丈夫だから。ディスク消したから。あ、ディスクをもう消滅させてしまったんですか。じゃあ違うディスクを、ちょ、じゃあタグさんのディスクを奪って俺に刺せば使える。強行手段に出るしかない。そしたら誰かにディスク出してもらうしかないね。じゃあちょっと、え、ちょっと待って、青いディスクは。アニメ最新話で無駄ラッシュ来ましたよ、スペイン人。ああ、アニメ最新話で無駄ラッシュ出たって。え、そういえば、ん、レズらないんですか。え、ね、どういうこと。あ、この人とこの人とレズら、あ、こうね、赤ちゃんプレイ、いや、レズらないよ、あの、赤ちゃんプレイがしたいだけだから。はい、じゃあアニメ最新話で無駄ラッシュ出たのって、あのジョジョ5部の話ですよね。ムラ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 って7ページぐらいにわたって、あの原作でやってたやつでしょ、あのグリーンデイの あいつに対してね、あいつ上半身切り離しても動いてるからすごいよね。いいから踊れよ、踊るよ、踊るぞ。ほら、ケトシさんがよくレズルとか、まあ、ほら、そんな、確かに、確かによくね、やってる。それは認める。まあ、ケトシさんとはある意味仲間みたいなもんだもんね、そういう。仲間やね、仲間じゃないの。そういうって言った。メガハート同盟じゃない。メガハート同盟ってなんだよ。このキャラちょっとな、影が濃すぎんだよな、調整しないとな、めんどくさいからやだ。一瞬にして諦めモード。人生は楽して過ごしたい。素晴らしい。タウさん、この間なんか予定されてなかった
作業が入って遅くなるからって言ってブチ切れてたもんね。楽したいのに。え、なんかじゃあ早くなるから。あ、早くなった。あ、そういうことなんだ。出勤が。あ、そういうことなんだ。めんどくさいでそれ。あ、早く国策するのなんねえかな。新しいベースステーションも早く出したい。ちょっとまあ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 気が早い。まだまだ。新しいモデルってやっぱみんなに早く見せたくなるもんね。いや、わかるけど、わかるけど、ほら、やっぱね、出す場所がありますから、あそこで見せないと、やっぱり特撮の好きな人たちに。あ、無理だな。え、ね、ちげえじゃん、ここで先出ししちゃダメでしょ。2期にちゃんと見せてあげなきゃ。そう。下手したらね、あのね、うん、ここの裏から出して見えるかな。え、そんなに巨大なの。マジか。でもそうだよね、もともとあれ巨大だもんね、あれ。いや、あれを超えた。あれないじゃん。あ、下隙間ないじゃん。あれだからいいのか。なるか。違うだろ。お、あ、どうだろう、わからん。ただベースステーションだから巨大やで。あ、まあね、小さかったらベースステーションじゃないもんな、確かに。ただまだ一人でしか見てないから、こうどれそれがどれぐらいでかいのか対比してるものがないから。あ、そっか、自分じゃ分かんないもんね。うん、確かに放送した時に他の俺とかと比べた時にどれぐらいのデカさかっていうのは見てみたいですね。最初作ったのはベースステーション A にする。あ、なるほど。あ、B はベースステーション B。 対角線上にあるってことね。なるほど。あ、そういうことじゃないんだけど。あ、そう、対角線上というか設定で A、B、C、D できる、ね。あ、チャンネル変更みたいなのができるから。あ、なるほど。そうそうそう。あ、いいね、かっこいいじゃん。バージョンがあるっていうの、なんかそれっぽい。こんなかっこいいなんて照れてるじゃん。なんか漫画でしか見ないようなテレビリアクション。今のぐだりさんの真似だけど。あ、ぐだりさんです。すいませんでした。ちょっと気づけませんでした。だって俺も別のとこ撮ってしてこようかな。おーいっす、了解。あ、写真だっけ。はいはいはい。あ、はい、自分だけ撮っちゃった。ちょっと、中身の。あ、じゃあの、じゃあの。はい、おつおつ。はい、いってらっしゃい。踊りながら止めたことないからね。え、あ、踊りシンクロしてるように見えます？これ、後ろは動画だよ。これ自撮り、そう、あ、自撮りって、あ、たくさんね。これ、私シンクロしてるように見えました。これはシンクロして動いてるだけだよ。これ流し込んでないよ。これ後ろただの動画ですから。これ本当だよ。一回撮ったやつ、過去に撮ったやつ。同じ動きしてるように見えるのは本当に同じ動きしてるだけです。あ、私同調させようと思うのはいくらでも同調できるよ。ほら、気持ち悪いでしょ。これ生でだよ、ライブだよ。言っときますけど。これ本当にライブだからね。それは言っておきます。だから誰でもできるから、これ。AI。 あ、メッサーいらっしゃい。まあパラパラはね、シンクロすると楽しいっていうのはありますからね。あ、メッサーいらっしゃい。でもね、あのね、録画した時よりもだんだん上手くなるから、ちょっとね、合わせるの難しくなってくる時もあるよ。あえて下手にしなきゃ合わなくなってくるから。お、やっぱ東京プリン版出ますよね。でも東京プリンの歌を誰も知らないんだよな、私の周りでは。
いいっすよね。私もねスピードウェイめっちゃ大好き。このパラパラ部でね2曲目にみんなに教えた曲スピードウェイですから、1曲目はナイトオフファイヤー。私これの連動はかなりあると思うよ。20分ナイトファイア基本そう、やっぱりそこもそうなんだよな。あ、宮崎さん発見こんばんはって、はいこんばんはって私が言ってどうすんのおいっす、こんばんちは。はい、ノンストップメガミックスサードでした、どうもありがとうございます。はい、よっしゃー、イエーイ。ふー、いやーちょっと今何時、こうさ、あ、3時、え、マジで実際テレビのクムでパラパラしてたし、エビマル実際テレビの CM でパラパラしたし、あー CM しました、そうか。あ、まああれでしょ、まあ昔はほら、なんかね、ナイトファイヤーを何で見たかによって世代が分かれるから、私キムタクで見たんだよ。スマップスマップでね、昔キムタクがバッキーキムナっていう名前でナイトファイヤー踊ってた時代があったんですけど、それを言うと古すぎるから長州小力とか言い出すようになるよね長州小力ですもん、小力のパラパラでも古いんだけど。あ、それあれじゃないですか、メイスさん、あの20年近く前にやってたニコだっけ、エビマル、なんか20年近く前にやってましたね。あのそれメイスさんあれじゃん、あ、なんだっけ、プリセットに入ってるやつでしょそれ、あの V カツの、あの、なんかあのそうですね、このあれ、これ何さんだっけ名前、あ、間違えそうだから今ちょっとフォローしてるからそうそう、 V カツすごいよね、獣アバターいっぱい作ってらっしゃるもんね、この方すごいね、つわもんだなって思いました。あ、あれあ、そっか、メイスさんちょっと下であれしたのか、あ、なんか浮いてるって思ったらなんかメイスさん空飛んでるって思ったらけど、そういうことか20年前ブアが出ると思わなかった、エビマル。まあ20年前に VR が出ると思わなかったって言うじゃないですか。でもバーチャルボーイはあったんだよなバーチャルボーイ、まあバーチャルボーイでこれができるとは思わないけどさ。ニグとオフ、フィレもスペードワインもボーカル同じニコっていうね、タケノコ。そう、ボーカル同じニコさんですよね。帰るよ。あ、ペドさん寝る、ペドさんじゃないけど赤ちゃんプレイさん寝る。あ、オッケー、じゃあ一発取っとくか。よし、ちょっと待って、はい。バーチャルボーイダブル1円で叩き売られてたぞ、わら、エビマル。いや私500円で買ったし、500倍の値段じゃん、やべえ俺長者だったじゃあはい、じゃあペドちゃんというか赤ちゃんプレイさんじゃあお疲れでーす、あ、じゃあ撮るよ、はい、2、1、はい、オッケー、はい、だいぶメガハートだったと思います。よし、はい、よいしょこれでいいんじゃない、あ、いいね、いいね、おし、バッチグーです。みやちゃんも目開けてたしじゃあ、分かったバーチャルボーイ赤色しか出ないからね、それそういう問題があるからね。はい、じゃあね、またねバーチャルボーイ赤色だけじゃやっぱり立体視できるけど、私レッドアラームとか好きだったよ。レッドアラーム知ってますか、レッドアラーム、レッドアラームっていう謎の CM のやつなんだけど3D シューティングみたいな感じ。レッドアラーム懐かしい。お、いやだからなんで通じちゃうの一発でレッドアラームすごい面白かったんですよ。あのゲームよくできてましたよね、実際バーチャルボーイの中ではかなりね完成度高かったマジ でこんな話同意できる人なかなかいないと思うけどはい、あの一条さんです。同時にボンバーマンのパズルゲームありましたよね。あった、あったし、なんで知ってさすがさすがなんだよな。そうなんかね、バーチャルボーイのゲームソフトはね、叩き売りにも程があるほど投げ売られてたから、いっぱい買った記憶があるよ私も。うん、懐かしいね。しかもバーチャルボーイってあれだよ、30分ぐらい遊んでるとあのね、目を休めてくださいって、15分ぐらい目を休めてくださいって強制遮断みたいな空間ねどんだけ目に負担かけてる自覚あるんだよって思うもんちゃんと注意書きが。獣というポケモノフレンズがこんなに揉めるとはね、わら、エビマル。話ぶっ飛びすぎじゃないですかもうケモフレなんかなかったからいいよ
手も触れなんて ないです。もうね、あの一気でカバンちゃんがあの五国地方に旅立ってそれで終わり。2なんてない。OK? それで問題を解決。私あのね、まあ毛も触れ好きなだから語らせたら長いからほどほどにしておこう。じゃあさ、今日あのちょっと奈々さん来てくれたけどさ、もう3時で結構踊ったから、次ラストでもいいですか。長めのやつにするから。獣フレンズのミキはR の萌えちゃんなんですよ。それでいい、エビ丸、獣フレになんてなかった、良いね。しょうがないにゃ、うん、あ、しょうがないにゃ、あ、かろうじて許してくれる。ナナさんは今ね、あのアニメのノーストをね、うん、あのね、チュールチュールチュールパーやっぱをね踊ってるはずだから、それで今疲れ果てて今来てるはずだから、あのね、あのそう、ナナさんの体調もいたわってるっていうことだよ。分かって分かって、みんな。実は放送してなくても踊ってるはずだから、普段からね、かあのかようやく強化洗浄が終わって、あれ古洗浄。やっぱ踊ってねえじゃねえか。古戦場やってる。この人、はい、この人、グラブルにかまけて踊って。明日はカンコレのイベント。あ、ちょっと待って、驚きがない。明日からカンコレのイベントじゃないんですよ、ちょっとあなた。笑い、タケノコさんもやってる。もうちゃんとグラブルのサーバーが落ちた時の歌だよ。あ、グラブルのサーバー落ちたね。落ちたって言ってましたね、なんかそういえば。あー、なるほどね。あ、やべえ、違う、ごめん、違うの落としちゃった。それじゃない、それさっき踊ったから、ちょっと待ってね。あ、観光のイベントだったらね、私と同じ名前のラムダさん、ちょっと待って、私と同じ名前でラムダさんいるんじゃね。あのラムダさんの攻略情報役に立つから、あの人マジすげえ、すげえんだよ。あの人って言って、あの前ね、ここに1回だけ来てくれて、鹿島のあのね、MMD で来てくれ、MMD でキャラで来てくれて、あれだね、葉桜さんを踏んでくれたよね。懐かしい。懐かしい。何もかも懐かしいんですけど、それ。アーカイブ残ってるから、あの、なんかそれ、あ、記憶にある。覚えてるか。覚えてる。ね。私は古戦場じゃなくて、カンコレじゃないの方の海です。タケノコ。カンコレじゃない方の海。カンコレじゃない方の海っていうのは、あれですか。私、2つしか思い浮かばないんですけど。アズールレーンか海物語かどっちかかなって思った。いや、海って略されるとしたらね、アズールレーンなら私もやってます、実は。ごめんなさい、私ね、かつては提督だったんですけど、今は あっちアズレになっちゃった。絆愛コラボもやってた、実は。だって割と私ツイッターにさ、あの SSR 出たら貼るよ。あと改造が成功した。あ、何この目、提督からの、なんでもカンコレやめちまったんだよみたいな目。くす、あの私さ、久しぶりにさ、赤城会員が出たからって一気にダブル、両方だった、パチもそうだった。あの私さ、赤城会員が出たから改造しようと思ったんですけど、改装設計図が足りない。あー、改装設計図が足りない。あらゆる改装設計図が足りないんですけど。あ、だってさ、最近になって会員とかさ、会員、あ、なんだっけ、今後会員兵みたいなの出たでしょ。兵だっけ、なんか出たし、レベルも足りてるんだけど、無理。ちゃんとデザインされてる、エビ丸。デカマシとか、あ、ちゃんとデザイン、うん、いや違うよ、あのね、一握りとか言ってるけどね、あれだよ、エシさんの実力どんどん上がってるから、あの解任になった時に誰だよお前みたいなぐらい絵上手くなってる人いるよね。誰とは言わないですけど。いつの間にか、え、お前そんなキャラだっけみたいなね。いや、絵上手くなってるのみんな。エシさんはそう、成長、エシさんの目を見る、あのね、成長を見守るっていうのも観光のね醍醐味だからっていう、あのか、もう観光で一体どうしちまったんだお前みたいなね、エシさんの絵柄変わるよね、かなり。誰の時思ったのかね、駆逐艦の何かが解任になった時にすげえ思ったんだよね。誰だっけ、あ、まあ、名前出すといろいろ問題があるかもしれないから言わないけど。あれ、これ誰でしたっけみたいなね、あの感じになった。確かロリ系のキャラを描いてる、な、何さんだっけ、忘れちゃった。ロックだった気がするけど、まあいいや、よいしょ、はいはい。じゃあね、これラストね。はい、だからカンコレは好きだし、結構やってたし、お金もね、一時期は払ってたよ。だけどさ、最後さ、ラスボスのね、HP0 にしたのにもかかわらず、最後、撃沈までしないとクリアにならないじゃないですか。ラス弾って言えばいいの、あれ。あれがね、最後にさ、雪風が
さクリティカル出さねえから終わらないみたいなのがね、だってそこに行くまでが大変なんだよ。めちゃくちゃまずさルート分岐 60% で右とかいうのをまずクリアするでしょ。でクリアしたらあのさ敵の攻撃を食らって中破までならまだ許しても大破したらもう進軍できないから、あの女神とか積んでない限りはね。で女神なんてさ課金アイテムじゃん、あんなのほとんどだから積まないでいくでしょ。でそういえばやっと来たみたいな。使ってた人物いましたね、エビマル。あああのねあれあれ、あのアズレンのオイゲンのアバターはこの間売ってたんです。あのすごく出来がいいよね、あれあれパチくんだよ、パチくん。そうあれはいいと思います。カンコレはさ V カツでカンコレっぽいの作ってる人いるよね、うん、確かなんだっけユークリッドさんがなんかさそういうディスコードのあのカンコレ部みたいの作ってて、あれナナさん入ってるっけ、入ってない。水つる痛いなやつ持ってくる。え何今ちょっとわからん。水つる水つる水つるって何わかんない。なんかえ何かを持ってえカンコレ好きだけど私わかんなかった。カンコレ推しだからアズレンショーツルと水つるだけの。ああ俺の心がパチ、あーそうそうそう、あなんか見てた、実は見てたパチ君見てた、あの自分でそうだよ、そうそう パチ君だって出してんじゃん、多いげんで、うん、海外館をし、でも最近のさアズルレンじゃねえや、カンコレって海外館ばっかだよ、なんか実は知ってるよ。そうしかもさあの最終的にさダホスタ、うん、最近俺というより俺らが正しいかと笑エビマル。俺まあまあいい、どっちでもいいよ、どっちでもいいんだって。俺でも俺もお前もみんな仲間だ、オッケー。パラパラ部を見た瞬間に仲間だよ分かんないけど、はい、とりあえずじゃああもうなんかだだもう両端からとりあえず可愛いムーブのアピールがあの始まってる両端というか別にミヤちゃんは普通にしてるだけだけど、ミヤちゃんはねこの間イケメンになった時はねあの自然体じゃなくてねあえてイケメンムーブしないとかイケメンはかっこよくない。あここにも一条さんというイケメンがいるけど、あえてこうミヤちゃんこういうねムーブをあえて意図的にしないとかっこよくないっつって、ね、これこの今のミヤちゃんはこういう横に揺れてるのはこれは自然体だっていうことなので。そして逆に最近のアズレンは帝国海軍艦推しというこの逆転現象だけの子。あこれあるかもしれない、あの確かにアズレンでは帝国海軍艦推しかな、どうだろう、うん、私はバランスはまりかし取れてるとは思ってますけどね、うん、どうだろう。でも今回のイベントあれじゃん、ドイツでしょ確か、だった気がするけどドイツとは言ってないけど、名前まあとりあえず私はメンタルじゃねえや、キューブが欲しい、キューブくれ、キューブが欲しい、キューブが足りない。あのカンコレでいうとこのあれね、開発資材が足りないんです。あのデイリー を最近やってる、あのねバーチャルキャストにはまりだしてからやらなくなったら、あのねあっという間に絆愛コラボで全部なくなった。なんかあれアズレンって絶対に必ずレア感全部自分のデイリーだけで、え資源が溶ける音、エビマル、えラムダさんは文化祭出ますかって。じゃだパラパラ部って文化祭でやることなくない文化祭じゃないよね多分、わかんないけど、どうせやることがあるとしたらさまた踊ることしかないと思うけど、今んとこは出るとは言ってないよ。特に枠とか立ってもらってもね、パラパラ部と同じことをやるだけだと思うから今んとこはないです、とりあえず。まあとか言ってると、あの名指しでね、あのねダイレクトアタックでね出てくださいっていうのが来ない限りは私は出ないと思うよ。ちなみに私今までね VCAS27 と あの VMF に出ましたけど、それは両方とも名指しされたから出たんだから、ね、パラパラもブア文化祭で枠あったのですエビマル。は何パラパラも VR 文化祭で枠あった VR 文化祭って何あれ VR 文化祭ってこれデチさんのやつってことじゃなくて、え枠あったのです、ピンクのやつかな、え何それ知らない。リアルイベント、あリアルイベントで、あそうなの、え知らない、VR 文化祭っていうのがあったの、え知らない、ちょっと待って私に無断。今年の11月3日にあるエビマル、今年の超会議の一つ、あ超会議やのマジ、え11月、えでも今年の11月3日にやるって言ってるから、これって江戸デチさんのやつじゃないの、やっぱりデチさんのやつにはとりあえず今んとこ出るっていうのは特に考えてないですね。ちなみに去年の11月何やってたか教えてあげましょうか。裏文化祭と称して宮谷さんとかと6時間踊ってた裏でずっと、あの文化祭に対する抵抗ね。
今華麗なる成長ではなくてね、文化祭に対する抵抗ってことでね、ずっとね抵抗してないよ別にさ、こっちレジスタンスでもなんでもないんだけど、ずっと踊ってた。踊り倒したのか、わら、うん、エビ丸。だから公式で出る必要ないと思ってる別に。あの枠立てればいいんじゃねってね思ってるけど。そう、みやちゃんがないか。確かね、みやちゃんとね、ゆうさんと私と、あと誰だっけ、あれしかもね、タイムシフトに残してあるから、あのね、まさかのね、5時間59分のね、動画があるよずっと踊ってたからね。そう、あ、でも枠あったのですって言ってたってことは、もう何、私もう何も言ってないけど、いつの間にか枠取られてんの。ちょっと待って、なんでちょっと待って、相談なく枠だけ取られてるとか謎なんですけどああ、まさかの自己承諾、自己承諾勘弁してと先に攻めて言ってください。あ、なんと、あ、みやちゃんそうなのか、パラパラ部に来て2回目 のイベントがあの裏文化祭だったそうだね、みやちゃんって11月に来たんだもんね、よく考えたら。そう、初めて来たのが。そうですよ、あのね、その前の時に私ね、あのエリーさんの枠に行って、あのエリーさんとね踊ったりしてたら、その時みやちゃんがいて、その後みやちゃんがね来てくれたんですよ。それ以来だよ、それ以来ずっとみやちゃんは来てくれてるんですよ。そう、ありがとうございます古い、結構ね、だからね、古いメンバーだよ。まあ、この最近みやちゃんは喋らないのか、エビ丸。え、みやちゃんは喋らないよ。みやちゃんは喋らなくてももう分かるもん、大体ね。別にコミュニケーション取れてると思いますけど、普通ね、そう、確かに不思議、あの冷静に考えると不思議なんだけど、でもね、もう別にみやちゃん喋らなくても大体顔色を見ればわかるし、あと行動とかでもわかるし、うん、そう、困ったことはないですしかも何気に VCAS27 にも、あの VMF にも一緒にいるし、そうそう、古い、竹の子さん古い、目と目で通じ合うだからそれわかるけど、それ多分さ、ナナさんもわかるかもだけど、あのちょっと待って、古いから全部ナナさんがわかるっていうことはちょっとイコールではないと思いますが、でもさっきなんかレッドアラーム懐かしいって言葉がスッて出てきたのはちょっとびっくりしちゃったけど、まあいいや、はい、大丈夫、ナナさんピチピチギャルだよ、あのまだ分かっちゃうけどさ、分かっちゃうけどさ、あ、分かっちゃった、分かっちゃった。でまだほら、あの女子校出たてだから、あのね、あ、ちょっと待って、あ、やっぱ無理があるか、あ、まあいいや、女子校出たてで J9 で爆笑するようなね、 JK いねえよ。誰、ティッシュ姫が分からないけど謎ですね。ちょっとまあとにかく奈々さんは若いの、あのなんて、でもただあの一つヒントを与えておくと、年齢の話をしてる人は大体年取ってる、これはヒント。あのね、ネクストコマンドヒント、年齢はい、まあいいや、じゃあ踊るよ、あのピッピ持ってからマジ長え。でも私はナウナヤングですよ。そう、ね、ナウナヤング、ピッチピチギャルだからね。でもさ、私さ、この間さ、あのほらまだ踊んないけど、あのね、スナックラムダやって、春日長門みたいな姿してるベース、エビ丸、春日長門、あ、そうっぽいあ、なんか、あ、これあれか、あのあれでしょ、あ、ティッシュ思い出した、あれだわ、あのコスプレしてさ、ギターかき鳴らしてる女の人でしょ、あのニコ生主のやつじゃん。演奏してみたの人ですね。いや、分かりました、うん、思い出した。そうです、それです、エビ丸、うん、え、それっぽいって、え、ナナさんが、なるほど、え、なんでナナさんがそれっぽいっていうのもちょっと分かんないけど、なぜ、どうしてどのあたりがどのあたりが、じゃあナナさんも、じゃあ、あの長門由紀のアバター、どうしてこうなったね、長門由紀のアバターと、VCI のギターかき鳴らしてティッシュ姫になるしかないの。あ、ミヤちゃんがってこと？あ、ごめんなさい、あの、ナナさんのことだと思ってた。あ、ちょっと、パシ君が我慢できずに、とっつってきた。喋んないのでって、まあ、まあ、ティッシュ姫喋んないけどさ、あ、ティッシュ姫ってなんかリアルイベントに来たこともあったんじゃなかったっけ？喋んないんだ。あの、確かに喋ってるとこ見たことはない。そうですか。よし、じゃあ、パシ君も来たし、じゃあ、ラストソングをかけましょうか。あのね、延々とこれ終わらねえなって思う。だってさ、さっき3時になったことにビビったのにさ、もう3時23分なんですけど、ちょっと待って部長マジ口が止まんないから。結構大きな子が来た、わら、エビ丸、プリンツオイゲンやってきました。はい、オイゲンでーす。はい、じゃあ、あのね、マッハを踊るよ。いい、大丈夫、パチコン OK、 あの音楽的なところは大丈夫、再生的な、あ、できるって。よし、じゃあ、みんなの衆、あ、奈々さん、あ、OK、大丈夫、かけますよ。はい、じゃあこれ流したら終わるからねって言ってから投げんだけど
もうバレたかっていうぐらい長いんでね。はいはい、 OK、 じゃあいくよ。よし、じゃあ流します。はい、ダメね、マハさんがね、こさえてくれたんで。やっぱ TOKIO だよな。あ、そう、2006年、私最初ね存在知らなかったんですけど、あのガーコンがねっとり歌ってるやつでしょ、あれも好き、私あの配信でしかないんですよね確か。そう、ガーコンがねっとりとかあのだからユーロ聞いたことない人には全く分かんない話だと思うんですけど、ガーコンがね、あのねねっとり歌い上げるんですよね、あの表現がしづらいけど。ね、ネットリボイス。私会社のさ、あのね、あのモーションキャプチャールームでこれをひたすらね、ミカド踊ってた。すげえ、あの無音で。なぜかミカドが出てきたみたいな。でもね、ミカドコールは足止めちゃうから、あの足のテストにあんま向かないんですよ。踊ってますね、よく踊ってるんで。なぜかね、スピードウェイが私の中でね、その時にすぐ出てくる曲なんですけど、足動かすから、ほら、いい感じで。足止めちゃうと足のテストになんないから。あ、みえちゃんとシンクロしている気がする。
バンドレいいですよね。そう、メイドファイアもいいね、いい曲ですよね。そうで、そう、ここにね、ねじ込まれてるヤング&ワイルドももちろんニコじゃないけどなぜここでっていうね。あ、よし、ヤングワイルドいい曲ですよね。ね、本当に。寒降りでした。どうも、ノンストップメガミックスマッハでございました。どうもありがとうございます。そう、寒の降りです。これはマッハさんからあのね、ヤング&ワイルドは2つの振りがあるよって言われたんだけど、こっち簡単な方の裏だよって言われて、多分ね、パチパチ ありがとうございます。あ、ね、裏としてね、あえて踊ったのの初めてが多分ね、ヤング&ワイルド。裏だって知らないで踊ったのがあのランニングインザナイティスですね、ジョイパのあれをジョイパなというのを知らなかった。で、あの苦労して覚えてたらマッハさんがたまたま見て助言をくれた。このね、あ、外から内だよって言われたの、これやってる時にえ、そうなんすか、そんなルールあったんすかみたいな感じでね、私こうやってたから、逆にやってたから、これね、外から内にこう木の葉をひらひらさせなきゃいけないんだよっていう話を ねされたりとか。ダベの振り付けは全体的に結構ローブリっぽいかもねー、わら。ああ、そうかもしれないです。なんかサムの振りは分かんないよね、うん、最初わら。そう、サムの振り結構簡単だって言われたんで、簡単な方の裏だって言われたんで、そうね、分かんないですよね、ルール。あ、なんだっけ、あれノーワンスイープイントキオもなんだっけ、私あのこうやって回すとこあるんだけどね、これさ、こう下から
上にこう入ってくのよ。こ私上からこうやってたのね。で逆ですって怒られたんだけど、そこねこれえそうなそういうルールあるんだって、これはルールなんだってこうそうなんだみたいな、こういうね細かいのあるから、私がね私もしくってところもまだあると思うよ。私よくねステップ間違ってる時もあるから、あのこの時に右に出してなきゃいけない、は右手と右足出なきゃいけない時に、なんか あれなんか私こうなってるみたいなどっかでずれてる、ビデオで見るとね気づくんだけど。よしじゃあ今日はパラパラこんなもんにしとこうか。はい、暑いし、だって私の家のクーラー今何度か知ってる、17度だよ。17度で汗が噴き出すんですよ。もうダメ、耐えられない。すげえ踊ったし。はい、じゃああのね、ここちょっと見ていい？お、150人も累計で、あ、見てくれた皆さんと、あと、凸してくれた皆さん、どうもありがとうございましたと言って、当然あれ忘れてないから、ちょっと待って、あれ、どこに行った？あった！私の背後にあるじゃないか。当然だよな。はい、じゃあ皆さんの、はい、竹の子さんもね見てくれてどうもありがとうございました。よいしょという感じで、ちょっと待ってね、1、2、はい、ピースわはい、じゃあちょっと待って、はい、皆さんいいですか。はい、じゃあいくよ。はい、チーズ。はい、あー、ペドウジどうも。はい、よいしょ。じゃあ Twitter にぶち込んでおくから、これエビマル延長しました。お、いいじゃんいいじゃん。30分延長しました。オッケー、延長に成功しました。お、いいぞいいぞ。プレイヤーを更新するように主に教えてあげてください。はい、来た来た来た。胸が大きい子が多いですね、エビマル。え、ちょっとそれはセクハラですよ、セクハラ。ちょ、待って、あの何に対するセクハラかわかる？あの違うよ、あの胸が大きい人が多いですねって今言ってたけど、私の胸を見てから言ったのかい？こうちょっと私乳比べする？これないんだよ、ない、わかる、ない、ナッシングなんですよ、これナッシングマウンテンなんですよ。ここね、地図統計、ほら地図の高さとか見るやつあるよね。私横、あ、やべえ、ちょ、ナナさん何やってんですか？ちょ、乳比べやる？横で。ある方じゃん。あ、こっち。ある方じゃんって、これないよ、ないって。スーパーマナイタだよこれ。私スーパーマナイタだよ。タケノコ。お、だほぼないじゃん。これないのと一緒だよこれは。ね。胸はここにあるよー。いや、ない。ないから。だからすぐエンジェリックレイヤーのオープニングを歌うのやめた方がいいと思うけど。とりあえず胸はないです。おっぱいありません。残念。みやちゃんはパラメータ、これより絶壁見たことあるよ、リアルで、エビマル。これより絶壁 だと多分えぐれてんじゃないの、あの多分持ってかれたーってなってる女性は確かにそうかもしれない。等価交換だから持ってかれたーって、そう、鎧用意しなきゃダメだね、そしたら、はい、鎧っておっぱいのとこに鎧、あ、なに、あ、乳比べ、ガオン、ガオンじゃない、ガオンはあのジョジョじゃん。ガオンはジョジョ、右手、もしくはあれでしょ、バニラアイスでしょ、あの悪空間にばらまいてやるおっぱいを、空間を削り取られた。うん、あの持ってかれた、あの奥安に右手でガオンされたら、あ、おっぱいなくなっちゃった。違う、元からないんですけど、かつてはねこれぐらいあったんですけどね。そう、それはあのね、あのひどい話ですよ。ひどい話、何の話、歴戦の勇者だからわかんねえけど、とりあえずおっぱいがないっていうことは事実、もうしょうがない。あのね、私ね、次のアバター作るときは必ず巨乳にするってもうね約束されてるから、約束された勝利の巨乳。違う違う、別に FGO ネタを振りたかったわけじゃないんだけど、エクスカリバーの話を誰もしてないんですけど、あの約束された勝利の巨乳が次来るはず。あのだってもうね、次のデザインはね、ラフはあるから、あのラムダさんバージョン2がね実はね予定されてる時は、焼却炉で髪の毛を削り取られた子いたよね、エビマル、ジョジョの話。痛い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 。奥安の右手はね、あのめったに命中しねえから、っていうか普通命中しないから、なぜなら命中したら終わっちゃうからね、話が。あのパープルヘイズも、パープルヘイズのウイルスを吸ったら終わっちゃうから、あの途中で置いてきぼりにされちゃったし、最強キャラを作るのは荒木さんすごい上手いんだけど、すぐいなくなっちゃう、最強すぎて。はい、もう徐々の話はいいよ。はい、じゃあ終わろ終わろ、あの夜遅いし。はい、じゃあ本日はどうもあのね、皆さんありがとうございました。見てくれた皆さんも、凸してくれた皆さんもどうもありがとうございました。じゃあね、今日はねパラパブ終わり終わり。はい、空間を削り取るね、もうあのある意味パラパラブはみんなのね時間を削り取る。
貴重な時間を削り取ってやったぜ。はい。そうだ、あのね、この落書き、この配信を見た後、ね、あの時間を削り取るぜ。はい、じゃあどうもありがとうございました。バイバイ。じゃあね。まあまたどうせ明日もやってるから。じゃあね。はい、お疲れ。